ったところだから。はい、おはようございます。高田のバカ先生、ミカドです。ときめも指突っ込むやつです。結構変なの。じゃあ、まあ、はいはい、総勢何名ですか。28ですね。8になりました。28ですね。今度また誘ってくれる。さあ帰りましょう。どこにねじ込めば。わっさん、わっさんが出る。わっさん、わっさんが出る。わっさんリア充じゃないですか。ごめんなさい。ちょっとあのジェネラルマネージャーに聞いてください。それじゃあ中に入りましょう。さあ根性出して頑張りましょう。そうですね、もしここ出ていたらちょっといろんな疑いが持たれてしまうかもしれませんからね。あの大丈夫ですか。あの これに出ることにより家庭がちょっとひびが入ってしまったり、ひびが入るんではないかなと思われます。あなたイブの夜に女子高生とデートしてたんですってみたいなことになったらちょっと私どもといたしましても。あ、じゃあここで。ティッシュ。もういいよ。泊まるまでどこかで休みましょう。今日は楽しかったかな。それじゃあ。さあさあ、勝彦順調に。2年目の冬まで終わらせていくのか。勝彦攻略生配信、勝彦攻略してみたくなっちゃったの。勝彦の虹の先攻略生配信3年目春、まだ1回ダメージを食らっただけで済んでいるのか。さあコンサート、これはドリカムなのか。3人組コンサートを見ていく。どうだった、勝彦、どうだった、このコンサートどうだったの。結構乗ってた。勝彦君結構乗ってたんですね。なるほど、静かに高まっているように見えました。確かに。さあ勝彦、いい印象を与えていく。これはカップル成立間違いなしなのか。3年目夏、なせばやっぱりプールでデート。さあ、豊島園のプールにやってきた2人、どうなる？どこだ？見てるよ。ほら、一緒に泳ぎましょう。さあ、どうする？先ほど口を吸いたかった感じの。さあ、配信は開始します。はい、そして抽選も終わってます。お前ら何人いんだよこの大会よ。29になりました。29人。筋肉マンか。肉の日だな。肉の日ですね今日は。肉の日だな。そしてワシ303って書かなきゃいけないんですけど。ワシ303にねじ込まれていけない。奥さんはいいのかね本当に。ちょっと問題があったらちょっとね。大丈夫ですかこれ。クリスマスイブに。クリスマスにジェケットをデートしてる映像が。あれ映像証拠残っちゃうの。証拠残っちゃいますよ。これ大丈夫ですかね。いいならいいんですけど。ニコニコも始めますね。はいはい、よし、はい、おはようございます。まあ今日は今日でクリスマス終わりです。いいですか。そうですね、もう終わりです。12月24日は、ときめきメモリアル指突っ込むやつの日と、今日から今年から、なりました。クリスマスイブなどというよくわからない、アメリカにかぶれたイベントなど、クソくらいであると。そんなありません。ゲームセンターで遊ぶ日です。いいですか皆さん、はい、分かってますか。というわけでちょっと押してしまいましたけどね。ゲーセンで、どうせゲーセンで JK と戯れようぜ。JK とですよ。ということで、今日はなんと29人の、はい、男たちが集まっていただきました。じゃあちょっとあれこれちょっと勝てますか。あれ出れるよ。出れますよ。出ちゃう。30人目。30人目出る。どっか適当に入っちゃうの。ときめきメモリアル指突っ込めず、世界大会ルールで行いたいと思います。ネームエントリー後、2人同時にプレイを開始、先に死んだ方が負けです。同時に死んだ場合両者失格です。トーナメントコンピューターが勝ち上がることにさせていただきます。いいですね。というわけで今日は29人の長丁場ということでどうかよろしくお願いします。いや30人になりましたね。長丁場ですね。はい、じゃあ長丁場で、はい、お送りして、まあ別にもうクリスマス終わったんですから。終わりました。もうプレゼント買う必要もないし、
もうサンタはさっき殺した、はい、大丈夫殺した殺した死んでしまった殺した。ちょっとサンタに取り直しといたんで殺した。もう、はい、もう速攻買っといた、サンタ狩りした、はい、ね、というわけで、もう忘れてこれから指突っ込むやつをやっていきましょうね。これで、カツイコ、カツイコが今これ3年目の冬ですね、これで終わりですね。カツイコの試合終わったら試合の方を開始した。カツイコが死ぬのを見届けたら試合スタート。カツイコさっきライフ全然なかったはずに回復してるから、これ、あれ今死にましたね、多分さっき課金しやがったな、しれっと死にましたね、したお客さん延長好きね。あ、でもここでバッチリ印象与えていく、あ、延長ですね、延長ですね、最後の最後でいい印象。クリスマスとかもうバカらしいから、もう来年からもう24日はミカドで女子高生と戯れると、はい、そうですよ、覚えててくださいね。来年までこの基盤が無事であればいいですか、無事で動いてればいいですねということで。さあ、どうなる、お、さて帰ろっかなと、なっと、あー、カツイコ売られたー、おめでとうございます。何が永遠の伝説の木だ、ふざけるなと。世の中そんなに甘くないんです。カツイコ今日2回このぼっち卒業配信してますね、ぼっち卒業配信2回目のぼっち卒業、あー、もういいですね、クリスマスらしい展開ですね。そうですね、いいですね、いいですかね。じゃあ1回戦は0回戦ってないのか、ないですね。じゃあアキラ君とベホマソ選手、 あそうか、ベホマソが入ってきた、すげえな、ガロスペ全一対、ザンサム全一がいきなり、まさかの、このクリスマスに、クリスマスに戦闘を開始すると、覚えとけよ、クリスマスに激突、ザンサム全一対ガロスペ全一ということで。じゃあ別に何もないです別に何もないです、知りません。本名ブッパは別に本人に委ねます。俺は本名で愛を、ちゃんと出していくぜという人はどうぞ本名書いていただいて。そうですね、道具は禁止です、道具禁止です、水タオル、なんか振動するやつとか、なんか道具禁止、とにかくいいね、道具はダメ、自立力で勝負しろ。そして設定はベリーハードの設定とさせていただきます。いいですね、ハードか、ハードですね、まあ、難しい設定とさせていただきます。じゃあじゃんけんで 1P 側 2P 側決めるんだ、左側が 1P 側、右側が 2P 側となっております。じゃあ行きますか皆さん、はい、きーよしーこの野郎ということできよしこの野郎、きよしこの野郎、いいな、クリスマスはもう終わったんだ、サンタも買った、はい、というわけでございまして、ときめも指突っ込むやつ大会ザ・男祭り始めたいと思います。盛り上がりすぎだろ。ワンピーガは、アキラガロー伝説スペシャル全一男、そしてツーピーガはベホマソ、ザンサム最強のベホマソ使い。じゃあここで試合を開始していく、名前と生、年月日、血液型、個人情報をどんどん晒していきましょう。個人情報を晒して私立きらめき高等学園に入学して3年間遊んで JK とタームレして帰ってこい、みんな。さあ、しおりだしおりだ、やっぱり今日あれですね、昨日彼女ができた小林大地君は、小林いないの、小林いないっすね、小林がトシキさんとできてしまったね小林今日来てないぞ、小林が来てない。さあ、動物園のデートから始まるこの勝負、アキラは誰を選ぶんだ、ベホマさんはどっちを選ぶんだ。さあ、アキラはもちろん私のマイフェイバリット清川さんを選択、そして朝比奈さんを選択していくのがベホマさん。さあ、両者動物園へ。さあ、おっと、若干ベホマソが興奮気味だぞ、赤いぞ、コスモが高まってるぞ、いいのか、高まってるぞ。さあ、エラーが出て、エラーが出ている、まあ、セブンセンスに目覚めようとするベホマソ、なんだか目が気持ち悪いってことで、何白くって、あ、ベホマソ死んだか、ベホマソ死んだか、これ死ぬか、あー、生きてる。そして、何気なく明は清川さんを口説きにかかっているということでじゃあ2日目に参りたいと思う、2日目じゃねえか、何でしたっけ、夏か、夏はやっぱり海だぜ、来てくれるかなということで、いきなり6割コンボがベホマソにヒット。さあ、ベホマソ後がないぞ、ベホマソ後がないぞ、しかしこのゲーム10割ありますからね、10割ありますね。さあ、で鼻血がティッシュティッシュ。さあ、ベホマソ、この注目の選択肢、そしてアキラも同じ選択肢、アキラも選択肢。さあ、電車がもろこみ、電車がもろこみ、なんだこの遅刻女バカ野郎。さあ、なんて説明する、今日は日射病らしい、パンツ、アキラ何焦ってんだよ、アキラどうなんだ、うまさか、えアキラがベホマソ生き延びた、ベホマソ生き延びた、アキラがアキラがアキラが
アキラ大パックラックさあ7割生き延びた生き延びた生き延びたさあこれはアキラがまさか完全攻略できていると思われせといて全く攻略できていないこの状況さあさあ早く映画館行けさあ清川さんの優しさで清川さんの優しささあそしてベホマさんも完全にコスモを燃焼させいつでもオペが出せる政権が打てる状況になっている状態で朝比奈とデートシネマなんちゃらに入っていく裸のカモを持つ男さあこの後の選択肢まだ第三関門ですからねそうですねジェミニのジェミニですからねジェミニですからねさあどうだアキラどうだった清川さあ面白かったつまんなかった二択救急の二択つまんなかった行くつまんなかった行ったどうなんだおガードかガードかガードガードえそれでベホマスはあーガードガードアキラガードベホマスはあガードガード両者ガードさあこのゲームガードするか食らうかの2択2択ですからね見えない中断を立つか食らうかの2択でございます、はい、さあまたも朝比奈と清川をスキーに連れてって私をスキーに連れてってというところで冬場今スキー場に持ち込んでいくさあどうする早速滑ろうぜ、まあ、清川さんはあのスポーツタイプのスポーツタイプですねスポーツタイプですからねスキー場に電車で来る女とスキー場に電車で来る女とさあどうだいきなり女が降ってきたさあグラマーなお姉さんが密着しているさあベホマソこれは微妙な選択肢怪我してない朝比奈さんが心配しておりますさあアキラはあなんともないよどうするあどうだベホマソ死んだかどうなんだ死んだ勝者あシャンパとかね勝者アキラ勝者アキラアキラ1回戦突破おめでとうじゃあ2回戦、ビブンとゴンビブン選手ゴン選手じゃんけんして1ピガー2ピガーを決めるんださあ昨日まさかガロボーに女を寝取られてしまったビブン選手がリベンジとばかりに2日連続でこのときめも指突っ込むやつ大会に現れてやビブンよ今日こそゆかりを落として帰るんだ頼むぞ若干微分戦車のやっぱりコスモがかなり高まっている感じなので生理現象なわけで、ええ、みたいな感じで生理現象なわけで、興奮してしまうわけでさあ第2回戦さあ第2回戦ワピガはゴンツーピガは微分じゃあ個人情報をなるべく正確に書いて、試合の方を始めてくれ来たタクロタクロ来た小倉タクロ来た小倉が今自らの本名を刻んでいくぞ宇宙に向けて発信していくぞ貴様の心に俺の名前を刻む刻んでやるゆかりお前が本名ならば俺も本名でいくよとこれで五分だよなみたいな感じでさあビブさんはあくまでゆかりを選択していくゴン選手はおっと鏡さんですね鏡さん今回の超人オリンピックの、イメージキャラクターイメージキャラクター鏡さんを選択していく、お水の人ではございません。お水の人ではございませんということで。女子高生です。JK です。ございます。はい、JK です。さあここおっと猿とコアラで分かれた。さあしかし微分はバッチリゆかりの心を分かっている。ゴンがどうなんだ。あまりの美しさ。おっと出れている。鏡が出れている。両者最良の選択肢を選択して1回戦をまず乗り越えていく。ゴンバッチリ良い印象を与えたよ。バッチリ良い印象。これはちょっといい勝負になりそうですね。いいですね。さあ、今互いにガッチリ握手みたいな感じで、ね。ガッチリ握手みたいな感じで。まずはノーダメ。ノーダメ。パーフェクトでまず春を乗り越えていくと。そして夏へ今海に行ってきますということで。さあ夏は海だ。夏だ海だ。さあここは小敷さんは必殺のゴミ拾いがおそらくあるのではないかと思いますが、普段だったら絶対にゴミなんて拾わないこのタクローが。古式のためにゴミを拾うぞ。あとタクロちょっと興奮してる。あとゴンも興奮してるぞ。さあタクロゲージが空き缶を拾って拾うのか空き缶を拾うのか。そしてゴンはオイル塗りに今移行していきますさあゴンさあオイル塗り仮面になれるのかゴンゴンもいい角度ですね。いい角度ですね。いい角度でピクンピクンしてる。あゴンが興奮してる。オイルを塗って興奮してる。赤くなっているぞ。ステータスが赤くなっているぞ。どうだオイルとゴミ拾いオイルの方が楽しそうだ。どうだ？あ、おーっとどっちもどっちもバッチリか？
バッチリガード、バッチリガード、バッチリガード、やり込んでいる。完全にクリスマスイブとこういうこの日にときめんを完全にやり込んで、 JK とも手玉に取る両者。さあ秋に舞台は移っていく。誰と映画に行こうかなということで、両者の戦闘力が測りきれないエラー状態。そうですね、もう完全に高まってますね。高まってます。戦いだよと俺たちは戦いを忘れられない、クリスマスなんかで浮かれてる場合ではないのだということで、映画館に入り込んでいく。連れ込んでいくぞ。ビップ席じゃないのね。なんて女だ。だって俺たち高校生だよと。さあ裸のカモを持つ男はバカバカしいコメディ映画だということで。さあ上映が終わった。映画館を出たのは拓郎。先に映画館を出たわけで、拓郎、変な映画だったね。大丈夫なのか。そう答えていくわけで。そう答えていくわけで、私もそう思いますというわけで、どうなんだ。お、ああ。ゴンが、ゴンが、ゴンが、ゴンが微妙だぞ。どうだ。なかなかよく分かっ、おお、ナイスガード、ナイスガード、ナイスガード。さあ2人ともノーダメージ。さあここは公演イベント、アーケード版だけの許された、いい印象を持っているから、公演ですね。1年目ということで、コクって成功したらその人勝ちにしちゃいますからね。勝ちにします。いいですか。はい、結構これ確率的に難しいので、さあここはまず逃げていく、はい、まだまだ早いよと、まだまだ、もうちょっと僕はそういう気持ち、そういう気持ちじゃないわけで、素直になれないわけで、ということで2人ともここは告白から逃げましたね。というわけで冬場鏡の中のアクトレース、アクトレースということで、あははんと。さあここでスキー場に移動する両者、小敷さんはスキー初めて。さあここでなんとか、微分さんはあれですね、あでも昨日より微分さんの心が無ですね。これ無で、昨日はもうビクビク、昨日ビクビクでしたね。ビクビク言ってましたけどね、今日はゴンさんのがむしろビクンビクンしてる感じ。いい角度ですよ、90度ですね。90度ですね、まっすぐ真ん中に。いやもしかしたらこれは整えてるのかもしれませんね、自分の中で木を。ひょっとするとそうなのかもしれません。ついに木をコントロールできる人間がここに。アドレナリン、脳汁、すべてをコントロールしていく。さあ微分が押し倒していく。スキーの練習は大変ですねと、何気なく押し倒していく。さあどうだ。さあ押し倒してこれ成功。あー成功。微分ガード、微分ガード。じゃあここでゴンはゴンボガード、お見事。両者ガード、これ高い。1年乗り越えた、1年乗り越えた。さあこれは両者ともに2年目の春なわけで、2年目の春なわけで、ヘルメットが出るわけで、3本目弓が出るわけで、さあどうだ。いちご T シャツ出るわけで、弓ボンバーが食らうわけで、そういうことで、今度は春ショッピング。おっと、おっ、鏡が出れている、鏡が出れている。早くも鏡がゴンにもうメロメロになっている。2年目の春、さあボディコン姉さん、あっとあっと、今ビブが、ビブが今高まりましたね。今ボディコン姉さん、ボディコンギクギクンできましたね今。どうだ、一瞬ゆかりを忘れたかビブン。さあワンピ側のゴンは安定し、いやビク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 してるぞ、ビクビクしてる。コチキさんを探してたんだ。嘘なのか本当なのかビブン。ごめんもうしません。あーまずい、ゴンがちょっと精神が不安定だぞ、精神が不安定、精神が不安定だぞ。どうだ、どうなんだ。おおー、ガードシャッ、ガードシャッ。なんだこの勝負、レベルが高い、レベルが高い。まだ1回戦第2試合です、まだ1回戦第2試合、1回戦第2試合、閉店時間まで終わるんでしょうか。30人も集まっちゃったけど、さあここはおっと、お舞台が分かれるか、神社。あれここはと、おい、なるほど、あれか、イベント、保健室のイベントがあるわけですね。保健室イベントです。さあ素晴らしい、ここでオリジナルキャラが、ああやばい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 、今回興奮してる、興奮してる、保健室、今回やばい、今回やばい、姉さん興奮するには完璧なシチュエーションでございますが、さあここで洞窟に古式を連れ込む。ああそしてイメクラ、イメクラ、イメクラに入る。今日は体操服で、体操服でということで、おバッチリいい印象。そして一つ目小僧の出現に対し、微分はどのような選択肢、合ってるのか合ってないのか、どうなんだ。さあここはちょっとこれで時期が若干若干ずれるますね。そうですね、突発イベントがあったので。さあここは浴衣を着せていくゴン、とりあえずノーダメで秋に進んだ。そうですね、じゃあ水族館に先に微分が進みますね、はい。さあ今度は浴衣を着せたぞ、浴衣プレイで、浴衣、今日は浴衣デーということで、なんだこう、さあどうだ、さあ浴衣、さあ難しい選択肢、
助けてということで、どうだ、俺も逃げよう、あれ、さあ、こっち、10割減った、勝者ビームお見事タクロー。じゃあ木林、さきじゃんけんして席を決めるんだ。いやー、まさか鏡のパワーゲイザーがここで決まるとは思わなかった。潜在能力一撃でひっくり返ってしまうのがこのときめも指突っ込むやつ。鏡さんの攻撃力相変わらずの高さだったぞ。10割コンボだったゴン、残念、いい攻めに行ってたんですが1回戦突破はビーブーン。次はアキラとの戦いになります。じゃあさっき木林、さっきと木林、どっちが、あ、手前がさっきさんですね。ワンピーがさっき、2ピーが木林、さっきさんは勝彦というらしいですね。まずいぞ、名前がバレていく。そして、木林、さっきさんはあさって誕生日、あさって誕生日、おめでとうございます。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 さあ、ここできらめき高校1年からまたやり直しだ。さあ、勝彦と信也、そうですね。木林はちょっと興奮してますね、だいぶ。ちょっと落ち着かず、木林、落ち着け、落ち着け、落ち着け、深呼吸だ、深呼吸、深呼吸、ダメダメダメ、落ち着いて、ゲージが動いてる。まだ清川さんと何もしてないから、まだまだ入り口だから、大丈夫、まだまだ大丈夫、まだ落ち着けって、落ち着け、落ち着け。どうなんだ、最初の選択肢、なんか言い方が引っかかるんだよな。あー、サキが死ぬ、あぶね、生きてる、生きてる、大爆発。ノブや、ノブはしゃぶー、かろうじて9割、いきなりバカ JK どもの先制攻撃に2人ともやられてしまった、格好になってしまった。95年の春での出来事でございました。じゃあ95年夏、海なわけでゴミを拾うわけで、さあどうだ、鼻血が、ティッシュティッシュ、さあどうする。ちょっとあの木林選手がちょっと興奮してるのが気になります。気になりますね、生理現象なわけで、清川目の前に興奮しないわけにいかないわけで、バッツを見て興奮するのかどうなんだ。あー、ちょっと興奮しすぎないような、ちょっと怖いですね。どうだ、どうなんだ、先がなんか微妙に死にそうな気がする。先死んだか、せっかくのデートが、大丈夫だった。あー、両者ガード、両者ガード、両者ガード、ノーダメージ、ノーダメージ、ノーダメージ、危ない危ない。ちょっと気持ち落ち着こう、そうですね、落ち着こう落ち着こう落ち着こう、150とか150とか、すごくスカウターが壊れる壊れる、スカウターが壊れる。ザーボンさん、あなたのは古いからっつってピッてボンみたいな。さあ、映画館に連れ込む両者。まあ、虹野さんは一般的にときめきメモリアルというゲームの中で、まあ、大人気キャラということ で、ね、かなりいろんな攻略法が発見されていると、はい、なので、そういう意味では清川さんとかのなんかデータがないので難しそうな気がしますけどね。さあどうだ、変な映画結構面白かったわねということで、面白かった、面白かった。ああ、ここは清川には面白い、かなり変だったよね、でもコメディーはまあまあいいよね。両者ガードかな、どうなんだ、どうなんだ、ガードか、ガードか、ガード、ガード、キベシガード、キベシガード、さっきはガードですね。よーし、じゃあ秋を越えた冬場へ。さあ、フリフリエも背負ってないですね。そうですね、はい。しかしちょっとこの木林選手のこの興奮度合いがちょっとかなり気になると思う。でもむしろ興奮してる方がいい場合もあったりもするんでしょうからね、選択肢によってはね。常に興奮した方がいいのか、それとも落ち着いてた方がいいのか、どの辺が正解なのかということで。さあ、ノブや、さあ、グラマーなお姉さんが密着しているということで、エロゲーによくありがちなこのシチュエーションで、この両者はどのような選択肢を選択していく。ニジノ、どうだ、清香、どうなんだ、スキーなら任しとけ、気持ちいい、助けて、どれだ、気持ちいい、助けてですか、お前鈍いんだなと、親分肌の清香に好かれるにはこの選択肢なんでしょうか。さあ、ニジノはどうだ、ガド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 、両者ガド。さあ、冬場を越えた。さあ、ここでサキが告白イベント。サキは行くのか、まだ出れていないということで、自分からの告白は相当危険な賭けではなりそうですが、もし通った場合はその場で勝者とさせていただきます。さあどうする、ここはやめておく、やめておく、まだまだ告白するには
高まってないわけでということで、ここはコカコン投げていく。さあそして清川、僕は早いと思ったわけで、そんなつもりかどうかもよくわからないわけでということで、さっきはちょっと虹野さんに告白はしないで春先へということで、さあここでさっきの先は虹野さんから取ったっていうことですからね。なるほど、虹野先ということで、さあこれはどうする、鼻の下が伸びてるぞ、またやらしいことを考えていたなと清川に指摘されている。それはまあゲージを見ればわかりますということで、似たか、あっどうなんだこれ、ごまかしたってダメだぜ、死んだか死んだか、キは死んだか、おあおどうだ、逆転、あいや先が死んだ、岩屋氏死んだ、両者失格、両者失格、コンピューターが勝ち上がります、いいですね、はい、しおりが勝ち上がります。じゃあ次、川上虎鉄、サリッピ女性プレイヤーが女性がいるのか、ダメだなお前、こんなところにいちゃ。じゃあ川上選手、サリッピ、じゃんけんして席を決めるんだ、ちょっとコンティニュー終わるまでボタン触んないように。そうですね、今日はあの性別お構いなしで参加 OK とさせていただきましたので、はい、なんと、OK です、ストリートファイターサリピが、今日はわざわざ鹿児島からクリスマスを投げ捨てて味方で指突っ込んでます、いいですか、ワンピー側サリピ、ツーピー側、川上虎鉄、川上虎鉄、じゃあ準備ができたら試合を開始するんだ。これサリピちゃんはサオリって言うんですか本名バレましたバレましたあとはバレましたよ、個人情報がバレていくぞ、どんどんサオリとコテツ、サオリとコテツ。じゃあ女の子が JK を口説くっていうのはどうなんですかね、女の子ってこういうゲーム好きなんですかね、いまいちよくわからないですが、まあ、いやいまいちどころか全くわからないですけどどうなんでしょうか。じゃあサリピが選ぶのは、赤い髪の毛のパンク野郎しおり、そして小手さん緑の髪の毛のやはりパンク野郎さらぎということで、メガネっ子メガネっ子メガネメガネということで中に連れ込んでいきます。どうだ、そうサルピがなんか微妙に興奮してるぞ、サルピが興奮してるぞ、お前サルピが女の子だぞ大丈夫かあごめん、どうだ、さあビクンビクンしているサルピが、あー小手あーとバッチリバッチリバッチリ、おー両者ガード両者ガード、あー死んだか死んだ、勝者サルピお見事虎鉄一瞬で死んだ、開幕10割。じゃあタラバー選手、ジョニキ選手、じゃんけんして席を決めるんだ。さあタラバー選手現れた、X メンマーブルスーパーヒーローズを作ったタラバー選手はクリスマスにときめんをやるわけですねそして、ストリートファイタージョニキ、ワンピー側ワンピー側ジョニキ、ツーピー側タラバー選手、じゃあ準備ができたらときめんを指突っ込むやつを始めてくれ、まあお互い どっかのアイドルアニメだったり戦車アニメだったりうつつを向かせてますが、そうですねタラバー選手はタラバー選手のフェイスブックの日記は衝撃的でしたね、気がついたら知らない部屋で寝ていたという大丈夫なのかタラバー、頑張ってほしいところ、ワンピーが8の日、ツーピーがタラバー、さあメタルブラックを作った人はときめんもきっとうまいと思いますからね大丈夫でしょう。さあここは確認してね、高松これでタラバーの本名がバレましたね本名バレましたね、高松さん、高松さんバレましたね、高松さん、ダイノレックス の, あのなんだっけスタッフロールにもこんな情報載ってないですからね載ってないですねメタルブラックのスタッフロールにもこんな情報は載っていないということでタラバーですからね、タラバーの今高松という本名がさらされていく2014ということでよろしくお願いします。何気にタラバ選手は虹の好きということがバレましたね。さあ虹の好き、そしてジョニキは鏡ということで、ジョニキは鏡乗り換えましたね、乗り換えましたねジョニキ、俺は鏡だって、ピンクのパンク野郎はもう捨てたと、ピンクのパンク野郎は捨てましたね。さあどうだどうなんだ、ジョニキがまず選択肢選んでいく、あータラバ成功、タラバ成功、こっちにジョニキもガード、ガードお見事。さあ高政くん帰ろうということで、今虹野に、と一緒に帰っていくと、さあ夏だやっぱり海だぜ、虹野を呼び出してくるのはタラバ、今日クリスマスですからね、昨日ハンター勢にもらったもので、そうですね、延長したいと思います、はい、はい、
はい、はい、なるほど、うん、昨日ハンター勢にもらったんで、なるほど、えらい。さあどうなんだ、どうなんだろう、どうなんだ。あ、タラバこれ大丈夫か、あの子のパンツ。そしてジョニキはオイルを塗っていく、ジョニキはオイルを塗っていく、どうなんだ。さあオイルか、それともタラバが、あ、やばいな、これ。でもでもじゃありません、どうだー。タラバが、あ、よかった、大丈夫だ、バッチリ、バッチリ。危ない危ない。やっぱり両者あれですね、攻略がかなり進んでいる状況に見えますが、さあ映画に連れ込む両者、高政が今虹の方を映画に連れ込んでいく。さあ早く席へ案内してちょうだいということで、鏡を案内していく。ビップ席じゃないのね、ふざけんなこのバカ野郎、バカ女、バカ女、ふざけんな。でも本当に言えないですからね、そんなことね、くどくかくどかないか、ゴミを拾わない微分さんですらゴミ拾えますからね。そういうゲームでございます。ときめも指突っ込めず、どうだ、タラバ、どうなんだ、お、あ、どうなんだ、どうなんだ、どうなんだ、危ない、あー、死んだー。ジョニキはどうだ、ジョニキはどうなんだ、ガードは勝者ジョニキ。残念、タラバ死亡ということで、ありがとうございました。じゃあ KM 選手、ウルフスラッガーアルバ、じゃんけんして選挙決めるんだ。クリスマスは忘れろ、クリスマスはなくなった、サンタはもう買った、きよしこの夜はきよしこの野郎になった、2014年の12月24日ときめも指突っ込むやつ大会1回戦ただいま進行中でございます。KM 選手、萌えプロ勢、そして、ウルフスラッガーアルバ選手、じゃんけんして 1P 側 2P 側席を決めて試合の方を開始するんだろう。今日も狼かぶってますね、狼かぶってますね、かわいいですね。で 1P 側 KM、 2P 側、スラッガー、じゃあ準備ができたら試合開始。中指を中央の黒いところに、人差し指を、薬指を左右の金属のところに合わせるのということで、ルールをよく熟知して指突っ込みながら遊んでください。今日は、こういった数値を安定化させるための、濡れタオル、ティッシュ、ローション、バイブレーター、ピンクローター、そういった類のものは使ってダメ、ダメだぞ。さあここでコウスケ、ケームの名前がコウスケとバレた。え、ケーム、コウス、あ、だからこう、じゃあ M は何だ、 M は何なんでしょうかね、村上か、村上、じゃあ村上コウスケだ。さあ高春も本領をさらしていく。お前ら本当にこのゲームが好きだな。コウスケ、ワンピガワ、ツーピガワ、高春。さあここは両者とも、おっと、新キャラですね、片桐さん。ここでガーギー大好き片桐が、ウルフの目の前に現れた。さあどのように戦いを繰り広げていくのか。新キャラということで選択肢が今までなかなかないものが見えそうですが、俺も描いてみたい、俺も描いてみたい。さあ微妙なガーギーノープロブレム、どうなんだ。まあこんなもんだろう。ガード、ガード、両者ガード、まずは両者ガード、安定していく。さあ何を描くのか、ウルフ。海へ移動していく。さあワンピー側は、ケーム、ここも海へ。さあ虹野さん、やけに風が強いなということで、さあソーリーお待たせ、彼女を水着に着替えさせることに成功した。まさにスピードランニング会話、スピードランニング会話。ウルフスラッガー、さあどうするんだ。おっと、まさか片桐はハンマーだったというやつですね、これはね。金槌勢、筋肉マンと一緒でございます。さあどうだ、どうなんだ、選択肢微妙だぞ、微妙だぞ、俺も一緒に行くぞ。さあどうだ、日陰に行こうということで、さあここは両者は大丈夫かな、大丈夫ですね、バッチリと、バッチリですね、バッチリと。そっちはどうだ、潔く決断する勇気も必要よということで、ゲーム、よっしゃ、あ、ここは両者ガードしていく。じゃあ有利フレームを取っていく、有利フレームを取ってきましたね、はい。まあ、相手の先制攻撃を食らわなければ、会話の内容が微妙だったとしても、まあ、ダメージは食らわないというようなストリートファイターゲームになってますからね。最悪ガードすればいいと、最悪ガードがありますからね、まあ、見えない中段を、2択でガードしていくという場合が多いので、あとこれはやっぱり選択肢によって、このコスモセブンセンスの数値が、木のね、戦闘力がどのように、影響していくかというところが、上の赤いゲージがセブンセンスで、下のメーターが戦闘力ということになってます、ね。ドラゴンボールとセイントセイヤのコラボになっております。そうですね。さあどうだ、どうだ、どうだ、どうなんだ、ウルフが、ウルフ
死んだか死んだか死んださあ、そしてゲームはゲームゲーム何気に虹のが大好きゲームはただここでゲームが死んだら同時で同時で死ぬぞ、いいな。お、虹のゲームガードか生きた生きた勝者ゲーム一回戦突破おめでとう。じゃあ村田選手ちゃんたけ村田選手ちゃんたけじゃんけんして席を決めるんだ。さあクリスマスだというのに30人のときめも指突っ込む勢が集まってしまった、ザ男祭りということで皆さん己のプライドをかけて戦ってほしいところでございます。じゃあ村田選手ちゃんたけ選手じゃんけんして席を決めるんだ。1P側2P側決めて準備ありきた試合開始。今回は世界大会ルールとさせております、ハードモードを選択して、死んだ瞬間に終了と。そして、両者が死んだ場合は両者失格、トーナメントはコンピューターが勝ち上がるという流れになっておりますので注意してください。 1P 側村田選手 2P 側チャタケ。じゃあ準備ができたら試合開始。さあ自分たちの性癖を若干晒しつつ個人情報も晒しつつ逃げ場の全くないゲームときめも指突っ込むやつ。この逃げ場のないゲームはまさにストリートファイター男祭り。自らのプライドをかけて戦うしかないのです。いいですか。さあここで村田が勇気メタル勇気みたいな感じですね。勇気メタル勇気的な村田勇気ちゃんたけは武宏ということでなんとなく個人情報を晒してるような気もしないでもないですがそうですね、好きとか嫌いとか最初に言い出したやつは、メタル勇気ということでさあじゃあどうする。 1P 側勇気 2P 側ちゃんたけ。おっとこれは勇気おーどこでどうキャラダブルデートどうキャラ戦ダブルデートさあどうキャラどうキャラ三角関係が鏡の中のアクソレスが今繰り広げられようとしているこのコアラさん可愛いわけで選択肢を選んでいくわけで両者一番上を選ぶわけで、あー答えがずれた。どうだこれどうなんだどうなんだ。じゃあ竹が死んだか死んだか。あー7割。そうなんです。同じ選択肢を選んでいても心拍数とそうですね戦闘力でセブンセンスの戦闘力で、答えがずれるという、はい、まるでグラディウス3のキューブアタックのような様相を持つこの選択肢正解はないということで、さあここで海へ。どうせお前らやるんだろうゴミ拾いということでどうなるんだどうなるんだ普段はやらないゴミ拾いをゆかりのために俺は今日はやるぞということで、さあゴミ拾いで答えが分かれるかどうか。しかしこの2人はもう大興奮、もう水着姿のゆかりで大興奮ということで、ゴミ拾いで行くんだろ武道館。どうなんだどうだ選択肢が違う選択肢が変わる。どうだちゃんたけちゃんたけちゃんたけ死んだくせえぞこれ息のちゃんたけちゃんたけ死んだそして村田はどうなんだ生きてた勝者村田お見事。じゃあ翔吾選手ちょっと待っててごめん。じゃあ MMDS わし303試合だぞ。お前ら警部とサクセスはクリスマスで遊んでて平気なのか洞窟から参戦 MMDS そしてサクセスから参戦ワシ303じゃあ試合を開始するんだシューティングメーカーはクリスマスにゲームセンターに来てゴミを拾うという話なんでしょうか。いやそれとも誰を選んでいくんでしょうか。 1P 側 MMDS 2P 側ワシ303じゃあ準備ができたら試合を開始するんださあここで弾幕シューティング、制作メーカー同士が戦う、さあ 1P 夢の対決でございます。 1P がケーブ MMDS 洞窟 MMDS そしてサクス成功栄光ですか成功ですかね成功成功わしさまるさん洞窟か成功か二人とも本名だおっと鉄郎大輔鉄郎お前ら本名バレてるぞ本名バレてるぞ大輔と鉄郎が今見えるしかもわしさんこれ誕生日もリアルだ俺と1日しか違わないから覚えてるからわかりやすいですわかりやすいということで、
あそこ結構並んでますもんね。並んでますね。あの辺並んでるんですよ、はい、10月生まれがやたら多いゲーム業界でございますが、さあ誰、わしさんは、わしさんは清川を選んでいく。そして大輔は鏡。さあ今日の両者とももうやっぱ興奮してますね。今日もクリスマスというまあこの人のなんかこう思いが交錯する日、もう完全に戦闘力が高まっている状況になっていると。さあどうだどうだどうだ、なあ死んだか、これ大丈夫か、わしさん死んだか、平気か、一面で死ぬからね。鉄郎、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 銀河鉄、メーテル、メーテルはどこだ、機械の体欲しくないの、機械の体がどこなんだ、鉄郎、鉄郎死んだか、鉄郎死んだか、どうだ、死んだー、勝者 MMDS、 洞窟が勝っていく。ありがとうございました。じゃあクリシーネゴーダーなる、じゃんけんして選挙決めるんだ。鉄郎はネジになったということで、ありがとうございました。少し待ったけど、さあここで、あれタラバーさんも死んだんだっけ、あ死にましたね。じゃあありかサクセスは死亡ということで。じゃあ次クリシーネゴーダーなる、ワンピーガはクリシーネゴーダー、スピゴはなる。さあクリスチーネ・ゴーダ選手が、ブリキ勢ということで、ワンピーガー、それでなる選手が、あれですね、バトルクロード勢ですね、ブリキかバトルクロードか。じゃあ試合を決めるんだ。さあこれゴーダがクリスチーネが、クリスチーネナルミ、お前何そんな可愛い名前なの、本当に漢字、漢字とナルミが今相対する。君も指突っ込むやつ。1回戦、30人のメモラーたちが集まってしまった。この使用部の行方は どこに着地するのか全くわからない。今日でクリスマスは終わりだ、クリスマスイブはもう終わりなんだって。いいですか、清この夜は清この野郎になりました、サンタはもう駆られた。さあ始めろ、95年春。両者少し興奮気味でキャラクターを選択していく。ゴーダが選ぶのは西野、そしておっとパンク野郎選んでいく、パンク野郎選んでいく、パンク野郎選んでいく。さあ来た、さあ来たぞ、なるパンク野郎が来たぞ。なるはラスボスを選択。ゲーム史上最悪最強のクソ女しおり選んでいく。そしてゴーダは、ゴーダはピンクに染めていく。そしてどうだ、どうなんだ、バッチリ、おっとまずは2人とも最大ダメージを相手側に与えてきましたね。さあ95年夏へ。さあさあここは両者譲らない戦いが見えますね。さあ、まあ、夏だ、海だ、プールだと海へ連れ込んでいく。ここはゴミ拾いがない。さあここでイベントが起こったのはクリシーネ。ティッシュ、ティッシュ、別のティッシュは使うな。佐藤だ、パンク女がなんか顔が赤いぞ、パンク女が出れている、パンク女が出れている、パンクが出てた、バッチリパンク。そしてゴーダこれはゴーダ、これは落ち着きがないよ、ゲゲ、ごまかせると悲しくなっちゃうということで、ドラだ、涙ぐんでいる、死んだかゴーダ、死んだ、勝者のある1回戦突破ウルト。じゃあ浜高選手、加点台選手、じゃんけんして選挙決めるんだ。加点台はどっから来たんだっけ、どっから来たんだっけ、石川県から、お石川ハニーワンダー勢が今石川県から、高田のパパまでわざわざクリスマスだというのにお決めもやりに来てくれました。すげえ、お今 2P がすげえ、なるクリアした、すげー、はい、最速クリア、95年になってクリア、最速、タスさんびっくり、タスさんびっくり、最速じゃないですかこれ、タスさんびっくり、おめでとう、おめでとうなる、すごいですね、リア充になっちゃったってことで、これ敗退、ね、リア充敗退だぞ、リア充敗退ですかねこれね。まあいいや、じゃあ浜子勝てない、ね、試合だぞ。ワンピーガは、勝てない、今日はわざわざ、北陸から石川県から、
タク姫もやりに高田の番まで来てくれました。次は、地元勢の浜港ということで、じゃあ準備役者紹介するんだ。すげえな、あんな速攻でクリアできるんだね。結構すごいですね。 あんな早いの初めて見た。辛いんだよね、あれ。あれだ、バッチリ2回でそのままで、バッチリ2回で、公演が出るんですけど、だからナルミとかさ、その名前とかステータスとか、そういうのも係数あるのかもしれないですね。そう、一番よくて、というわけで完全にじゃあ、ナルはもうしおりがもうしおりに選ばれた男ですね。むしろしおりがナルミを大好き。ナルミ大好き、ナルミが大好き。いや、まさかの結果が、リア充なわけで、とりあえずしおりはなるみのものになるわけで、じゃあ明日からなるはじゃあしおり勢と、しおりの恋人と皆さんにじゃあコナミにちゃんとそれ送って公式に、公式に恋人ですよ、そうです、勝手にやらないでくださいねって伊豆あたりで結婚式、結婚式やりますよ、コナミに招待状を送る、来てください、しおりと結婚することになりました、藤崎家と、というわけで勝てないワンピガー、つんびが浜子、さあまずはな、はい、春先、動物園に連れ込んでいく漁師は、さあここもやはりだから電圧あるかもね、ありますね、多分ね、電圧がね、さあ紐選手を口説こうとしていく、まあ、指紋認証ついてますからね、まあ、そういうことだな、ね、だからしおりに相性バッチリの指紋なのか、2人ともかなりビンビン物語ですね、そうですね、さあビンビン物語どうだ、ビンビンすぎてビンビンすぎて紐が、紐が、あーでも登った、登った、登った、研究に戻らせていただきますということで、じゃあなんとか春は乗り越えて夏へ、あんなことがあってもまだビンビンですよまだビンビンですか、若いですね、さあ若い若い、さあここでひもさんを珍しく海に、私は泳がないかと着替える必要はない、怒って顔が怒ってますね、アニメーション変化もこのゲームの重要なポイントになっていると、総理を待たせ、さあ片桐を水着にしたことが加点台を燃えさせていく、加点台が興奮してるぞ、加点台が興奮してるぞ、大丈夫か、ビーチでお昼寝、寝かしとくのか、どうなんだ、泳ぐのは苦手、どうなんだ、幼児体験を幼児体験と空見するぐらいの興奮度を見せているぞ、どうだ、どうなんだ、幼児体験といえば微分だが、微分だが、どあれどうなんだ、アウト、ここでここで紐はクリア、浜子、ああ、勝者浜子、石川県から来て二面で死亡、夏にシスカテンライ浜子勝利おめでとう。じゃあポンズとソウさん、ポンズ選手は前回のストリートファイターカーニバルで優勝している男、ありがとうございました。そしてソウさんは去年リアルに振られて今トキメモに事件簿でありましたね、その話ね、そういえば今日はリアルに、リアルにトキメモに蹂躙されようと初プレイ、さあソウさん、ワンピガはデート風景が、そうですね、ワンピガはときめも、指突っ込むやつ、ストリートファイターカーニバル優勝者ポンズ、ツーピガはヌルシューブ部長、ママチョップの代表ソウさん、じゃあ準備ができたら試合を開始するんだ。さあ去年は全く逆の立場から俺たちを鼻で笑っていたソウさんがついに12月24日宝の馬場に降臨する時代が訪れていく、まさかの参戦ですね。そうですよ、そして相手は前回大会のチャンプということで、相手にとって不足はないんじゃないでしょうかね、正幸お笑いコンビか誕生、安幸です、正幸です。さあどうなんだ、さあ2人でデートしていく、そして古式を選択していく、古式さん人気あるな、そして虹のなんだかわからないけど虹を選んでいるソウさんこいつでいいんでしょみたいな感じで、おそらくタラバー選手あたりから情報を聞いた感じでしょうか、ちょっと あいつは緩い女だぞ、緩いぞみたいな感じで、さあ、あなんかポンザが興奮しているぞ、ポンザが興奮しているぞ大丈夫か、赤い赤いゲージが真っ赤っか、いいのか、あ、おっと、そうオート、危ない危ない、ガードガードナイスガードナイスガード、思ってます両者ガード、さあ一面クリア、アニメ陰影、ここは夏場ということで、やはりここはポンズはゴミ拾いしていく感じになるでしょうか、ポンズは決勝でソウさんのパワーが上がっていく、ソウさんのパワーがなんか上がっていく、ギュインギュイン上がっていく、上がっていく、上がる上がる、鼻血がティッシュティッシュ、さあゴミを拾っていく、さあ振り切ってる、振り切ってポンズ大興奮でゴミ拾い行ってきます、ゴミ拾い、ゴミ拾い、大興奮で空き缶拾い、これはあーあー、ソウさんが、ソウさん死んだか、ソウさん死んだか、両者死んだか、ああああ、前回優勝者ゴミ拾いが嘘だとバレた勝者ソウさん、お見事、いや
ついにバレてしまいましたか。やりたくないことはやらないこと。じゃあ慎吾選手、帝社長選手お願いします。帝社長選手あれでしょ、あの格ゲーのプレイヤーの人でしょ。です、KOF 勢ですね。そうですね、俺じゃないです。はい、最初俺池田さんがエントリーしたのかと思って。違う。じゃあ、ワンピー側、帝社長、ツーピー側、シンゴ、おっ、KOF 対決、KOF うまいやつらは、ときめもうまいのか、じっくり鑑賞していきたいかなと思います。ワンピー側、KOF 強いやつらは光あると、ときめも。ワンピー側、帝社長、ツーピー側、シンゴ、あと KOF98。じゃあ、準備ができたら、試合を開始していくんだ。キングオブファイターズか、キングオブメモラーズになるんでしょうか。さあ。筐体いおりいいですね、そのあおり。ワンピー側が、左側が、帝社長、トシユキですかね。まさかのトシユキ。なんか高橋名人と トシユキ今3回ユキが続きましたね。高橋名人と同じ名前ですね、トシユキ。そうですね。そしてシンゴはツーピー側、シンゴです。トシユキまさかトリオだった、トリオだったっていうことで。そうですね。というわけで、きらめき高校に無事 KOF 勢が入学できました。95年、おっと、 KOF95 が出た年に今時代が戻っているという状況でしょうか。帝社長が選ぶのは朝比奈、そしてひもさんを選んでいくのは慎吾。じゃあ動物へ行ってこい。あなた、さあ夜の16連射、ここはうまく早いどうだ。あーゲージが信号が、あー出るぞ。信号が出る。あー帝社長が、あー大丈夫だ。危ない半分やせ、花から夜の16連射とか言ってるから、死ななければ大丈夫、どうということはないですから。信号がバッチリ印象を与えていたぞ。なかなか有意義な一日。結構ガロボーもね、彼女できた時にドット残りでしたからね。そうですね、はい、さあここで海に連れ込んでいく。朝比奈さんは遅刻する、遅刻常習犯ですからね。9号が出たの夏でしたね。まさにこの時に今9号がゲームセンターで稼働しているという状況になってますね。さあごめん待ったということで、お前ら95号やらないで、俺たちを海に来てるんだぞ。そうです、冗談じゃないよ。今すぐゲーセン来てんだよ。今すぐゲーセン来てんだよと。なんかルガールが使えるらしいんだよ。マジかよ。最終も出るらしいよって。マジで、今日よりルガール最高だねって。あ、どうなんだ帝社長。これ怒ってるぞ。帝社長なんか怒られてるぞ。どうなんだ。ぶっかー。そして慎吾はバッチリなんか出れさせている。慎吾は出れさせている。慎吾安定。あー、帝社長 KOF95 の誘惑に勝てず勝者慎吾、お見事。社長は9号やってください。じゃあチキンとセクシー、これせっかくなら押しとけば。あ、じゃあせっかくなんで慎吾こくってじゃんけんの間慎吾こくって。慎吾こくれ。ひもさん好きだよと。俺はもう KOF を卒業するよ。社長は KOF やってるけど、俺はお前が好きだ。どうなんだ、どうなんだ告白するわけでいいわ、聞いてあげる。ますます緊張してきた。早く言いなさいよ。どうだ、行けよ。スー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 的な夕焼け、スダコー。どうだ、大好きなんだ。どうだどうかな。何か言った全然。ダメだこの女。ダメだこの女。究極破壊兵器の方が重要。究極破壊兵器、今この後のメタルギアであるということで。ありがとうございました。じゃあ次、残念でしたね。聖騎士、チキン、あ、チキンチキン選手、このままゲームオーバーでそのままいけるんですかね。このままゲームオーバーで、じゃあ聖騎士、じゃあハンター勢の力をもらいます。はいはいはい。じゃあ聖騎士選手、チキン選手、じゃんけんしてワンピー側、ツーピー側決めるんだ。あ、なんと30分で終わらなくなった。え、いや、ハンター勢が昨日配信の時に牛ピーさんが入れてくれて、余ったから使ってくださいって言われたんで。ありがたいですね、じゃあワンピー側聖騎士、ツーピー側チキン。じゃあ準備ができたし、これチキン選手はときメモ王になれるんですかね、今日ね。チキンがツーピー、ツーピーですね。これえ、これ指突っ込むやつの惑星を滅ぼしに来た。来た。さあ、若？確認してみる。若？や？死ですかね。若林。まあ、若林っていうの？若林？若林、嘘つけよ。若林じゃねえだろ。
若林、本当か怪しいですね。なんか寺の名前見たくなったよね。そうですね、若林、若林なんですかあんた。まあまあ、まあ、さあ次から来たチキンが、じゃあ今ツーピーがきらめき高校、若林、若林俺は若林。まあ確かにガロボーも小林ですしね。小林ですか。よくわかんないけど林ってつくやつ強いんですか。ゲーム強いということで、じゃあ先にもう動物園に入り込んでいるのが、聖騎士選手、で鏡を選んでいくのが、なんかチキンが興奮してない？大丈夫？ビンビン来てますね。ビンビン来てるね。鏡好きだよと、もうアピールをしていく。さあそして聖騎士はこんなもんガード。聖騎士はもう完全にこっちだろ。こってますね。おい、もう大丈夫か？今左手指が小刻みに、チキンの左手が小刻みに動いてますね。カメラ映ってるよ。カメラ映ってるぞ。大丈夫か？ああ出れだした、すげえ。大丈夫なのか？これがいいのか？これがいいのか鏡。このチキンの、チキンの指がいいのか、指先のテクニックで今鏡が出れていく。バッチリ。キャバ嬢が出れていく。キャバ嬢が出れていく。さあアフターもバッチリ。アフターもバッチリで。できるな、チキンこのテクニック。そうです。あ、なんかチキンこれ気がついたな、あいつ。何かこの、これかなって思った。ゴールドフィンガーで。まあ、そういうのはやめろって言っただろう。指突っ込んでください、ちゃんと。指こすんないでくださいね。お願いしますね。じゃあ、ワンピーガー聖騎士がすでに海に、片桐さんを連れ込んでいくこの状況。もうチキン体幹器つけてんじゃねえのか。チキン体幹器だな、これ。ビグ、何やってんじゃん、お前。ビグ、ビグ。もう変な音してんじゃねえだろうな。変な音か、お前。なんか右手が小刻みに動いてる。ウォーター音とかしてねえだろうな。ウォーター音。さあ、どうだどうだ、お、で、出れてる。聖騎士も出れさせてる。うまいぞ。そしてチキンはオイルチカチカしてんの。小林、若林、エロボーイベント、若林が今オイルを塗りに行く。若林をいい加減しろよ。どうなんだ、興奮してる、興奮してる。素直になれ、素直になれ。あー、隅々まで塗っては足の裏まで触らせろと。どんなマニアックな塗り方したんだお前。足の裏まで、足の裏好きか、足の裏ぜ。若林死ぬのか、どうなんだチキン。あーガード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 、なんだよなんだよ鏡、足の裏好きなんじゃねえかよ。おい、なんだよ、これでチキンの性癖か、性癖がバレていく。まさかチキンが足の裏勢だったとは思いませんでしたね。おっと、これで聖騎士は行きましたね、ガードですね。ガードです。さあチキンが若干擦ってる分、試合の展開が遅いですね。早く早く映画館行け、早く映画館行ってこい。映画見てこいお前、映画見てこい。映画館で足の裏触ってこいお前。足の裏触ってこい。おっとカラオケに、カラオケストリートファイターのど自慢ですかね。え、のど自慢勢、のど自慢勢でしたね。こ、密室でコスを選んでいく、密室でオイルで足の裏。どうなんでしょうか、カラオケ。何をやってるのお前。カラオケボックスに連れ込んでいく聖騎士、何を歌うんでしょうか。さあそして映画は大丈夫だったのか。さあどうだ、チキンどうだ、チキンどうだ、どうなんだ。あー、理解していない、理解していない。足の裏しかあなたは見てないのねと。ラブロマンスが見えないのよ、足の裏以外は感じないの。死んだかー、死んだかー。そして片桐は、厳しい、片桐も減っていくー。よーしゃ、あ、でもこれ冬と秋だから大丈夫です。あ、そうか、先だから、冬と秋だから、あ、あ、そうです。実は聖騎士さん、聖騎士が一面先進んでたんで、聖騎士勝利、お見事。あれな、コンティニューしちゃった、これやっとして、なんかボタン押しちゃいましたね。はーい、そうかそうか、聖騎士は一面進んでましたね。じゃあ次、ヤエナッチーさんと、みーちゃんさん、じゃあお願いします。ヤエナッチーさんはなんとこの、私も今来たところなの。あ、ちょっと電源かけたし、どこに買い物に行く。さあ、そうですね、もうこれで1回戦も佳境、に入ってきましたね。あと2試合ということになっておりますね。さあこれで OK。 じゃあ鉄拳勢のみーちゃん、ワンピーへ、そしてツーピーがなんと大学の教授の八重夏さんでございます。今回大学教授、今回この基盤を1枚帝に貸してくれた。なんと大学教授、ありがとうございます。大学教授もときめもやるということが今クリスマスにね。八重夏さんの座ってる方が、ね、八重夏さんの基盤ですね。今自分の、はい、基盤に、今自分に自らお金を入れてゲームを遊んでいた状況。やっぱり当時はいっぱい、ね、突っ込みまくったんですかね。突っ込みまくった感じでしょうかね。昔取った、そうですね、昔取った絹塚でしょうか。さあエイジとナチ、エイジとナチ、みーちゃんそれで本名か。みーちエイジですか。じゃあさあこれでエイジ選手、みーちエイジ、みーちエイジ、
俺の名前はミーチェイチかっこいい名前。地球は狙われている。そう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 、そんな感じですよね。今ね流れてくる。山 P 側鉄拳勢ミーちゃん、 2P 側、大学教授、八重那智選手ということで、まあ自分の基盤ですからね、もう散々攻略ですよ。もうできてますよね。まあ入ってるディスクは違うんですけど、まさか10割とか自分の基盤で食らわないですよね。大丈夫ですよね。まさかの後期バージョン頼みますよ。お願いしますよ八重那智さん。ということでみーちゃんは誰を選ぶんだ。朝日奈、あ、清川だね。そして朝日奈を選んでいくのが、大学教授八重那智選手ということで、先生どうなる。女の口説き方見させていただきます。先生お願いします。お願いします。先生お願いします。先生見本見してください。お願いします。さあさあみんなで先生応援しよう。先生大丈夫か。トキメモゼミが始まってしまう。自分の基盤に嫌われるわけにはいかないですからね。とりあえず先生は朝日奈が好きなの。朝日奈が好きということはバレましたね。あ、先生あれ、あー先生、生きてた、生きてた。こんなところで死ぬわけにはいかない。まさ一面だよ、冗談じゃないよと。危ない危ない、死ぬわけがない。そしてみーちゃんはバッチリ照れさせて一面クリア、二面へ。危ないです、ゼミ生が見てますからね、これね。びっくりですよ、危ないね。まあでもそれでも今大パンハード券ぐらいもらってますんで、6割ぐらい減ってます。あ、まあ最初体を張って、こうすると危ないよって、危ないよと、危ないよと、でも死ななきゃ一緒でしょっていうのを見せてるのかもしれませんね。先生お願いします。というわけで両者、海岸に朝日奈を、そしてみーちゃんは清川を連れ込んで、モロコミで、モロコミだった、知らねえよと、モロコミ勢。さあ鼻血ティッシュ、ティッシュ。そして先生はティッシュ、なんかごまかしてね。先生、先生、先生お願いします。先生お願いします。先生お願いします。これはどうなんだ、鼻血が、鼻血が、鼻血が、鼻血勢。着替えようよ。あー先生死亡。エイジは、エイジは、エイジもなんかごまかし、あこれはでもあれですね。あ、これあり、ありの方ですね。ありの、バッチリなやつですね。バッチリやつ。さあ先生、先生死亡。そしてエイジは先生、生徒に出して、生徒に、生徒に手出して、手出して、はい、勝者エイジ、みーちゃんお見事。いやエイジ強いな。八重那智先生は1回戦で敗れてしまいました。じゃあ那須隊長、ドリーじゃんけんして席を決めるんだ。さあこれでベスト8が出そろうぞ。 1,2,3,4,5,6,7。 あ、告白イベントになった。みーちゃん、なんか押しとけば。エイジ、エイジ押しとけ。こうして池を見てる。その方が進行にも優しい。さあ、エイジのチャレンジ。エイジがじゃあ一応ジョギング勢と今、告白タイムになったんでね。さあ、ジョギング女、池を見ると走りたくなる清川さん。そうですね、さあ走るぞ、50キロみたいなね。いや、死んじゃうからみたいな死んじゃうからみたいなね。あっ、あっ、どっちだ、どっちだ、まだわかんない。ちょっと、ちょっと待ってくれ。ダメなんだ、ダメか、そういうのダメなわけで残念でございます。まだ早かったわけで、一緒にいろんなところなんて行ってないだろっていうね。1回映画見に行って2回しか行ってないっていう。じゃあこれで終わりで、そのまま始めると。じゃあこのまま始めましょうか。じゃあドリ選手、那須隊長選手。あ、じゃあそれスキップすればゲームオーバーになるんで。はい、シーユーアゲン。やっと1回戦がそろそろ肩がつきそうですね。でもう両者失格勢もいらっしゃいますんで、サリピの相手がどうもコンピューターになりそうですね。サリピがコンピューター相手、コンピューターというですね。じゃあ、1P 側が那須隊長選手かな。で 2P 側はドリ選手。じゃあ準備ができたら試合を開始するんだ。ナスオとヤスヒロ。ナス選手、ナス隊長選手はまさか本名ナスオってことはないですよね。ナスオって本名なの。でもちょっとドリ選手のヤスヒロはちょっと怪しい感じはしますが、まあ多くは言及せずに一面スタート。きらめく高校1年生、時代は今95年に戻ろうとしている。95年。さあ、おっと、パンク女選んでいく。そして世界人を選んでいくな、ドリ。さあどうなるか。パンクか、世界人か、勝負が始まる。可愛い動物がこのサイズはすっごく可愛いね。さあコアラ、コアラを見てどの選択。おっと、なんかドリ選手が興奮しているか。キリだ。そしてしおり。だって道具とか持ってないよ。道具はダメです、世界ルールです。道具はダメです。さあガード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 。高校生売ってもらえないですからね、道具ね。注意しましょうね。さあ二面へ。95年夏に行こうして、まあ、夜中自販機で買うってどんのはできますよね。でもありますけどね、でも東京にそういう自販機はなかなかないのでね。ご条例がありますので東京に設置はなかなかないのです。はい、というわけで、おっと
ここは海に連れ込むパンク女、そして世界人と。しかしドリ選手はちょっと若干興奮しているのが気になりますね。これしかも安定して高まっている感じ、ね、かなり。さあセクシー可愛いどれなんだ。あさあおっと顔が顔が出れている。パンク女がパンク女バッチリ。そしてドリ片桐どうなんだ。片桐が片桐がスピードランニングどうなる。俺がいるから大丈夫だよ。ダメ一緒に行くよ。俺も一緒に遊ぶ。おっ告白タイム。私本当に寝ちゃうわよ。どうなんだ。死んだ。じゃあワンピーはそうです。勝者ナス先生じゃなくてナス隊長。じゃあ告白していい。じゃあナス隊長せっかくなんで告白しといてください。じゃあその間に2回戦アキラとビブン。さあライバル同士アキラビブンがついに激突するということでじゃんけんして準備だけ整えておいてください。あれいきなりそんなこと。ああ死んだ死んだ。やはりなるだけですよ。結婚できるのはまあもうなるの女になってますからね。なってますからね。もうブログ上げとく俺が、ええ、なるのですっつってなるです。ファンやめてくださいっつって、ええ、はい。というわけで2回戦に移動します。アキラ VS ビブン選手。ビブン選手は昨日の恨みを何としてでも今日はねガロボーがいないですからね。なんとゆかりと今日はクリスマスですからね。ガロボーのが小林大地君は小林は今ゆかりと家で、ええ、俺の横で寝てるよって感じですよね。もうビブンは今怒りの炎。お父さんに挨拶しに行くみたいなこと言ってましたよね。このクリスマスに。でそっちの方が恥ずかしいよね。やばいですよ。ワンピーがアキラ、ツーピーがビブン。さあビブンは小林を、小林じゃねえや。小林。小林ゆかりを選択し、いやじゃあ小式ゆかりを選択し。喧嘩を打っていく。喧嘩を打っていくスタイル。さあ、もう。計測値不能数。計測値不能。今日のビブンはでも心が無ですね。割と昨日のあの大興奮が。昨日ビクンビクンしてました。ビクンビクンしてましたもんね。あれがやっぱ小林とビブンの差だったわけで。タクロー。どうなんだ。よーし。タクローここはゴミ拾いまでなんとか繋いでいく。さあ、そしてアキラもバッチリ繋いだ。さあ海へ。さあ今日ゴミ拾いの使者二人いますからね。ゴミ拾いで二人いますからね、今日ね。ゴミ拾いといえば。ビブン選手ということで、さあビブン選手、嘘のゴミ拾いが始まるぞ。どうなんだ。ゴミ拾い。ビブンさん着替えた瞬間の戦闘力にちょっと注目ですね。大丈夫ですかね。上がっていく。上がっていく。上がっていく。そして秋川を拾う。ああ面白かった。ありがとうございます。どうなんだ。海がかわいそうです。おおビブン。嘘が通じた。ゆかり騙されるな。アキラが死ぬ。アキラ死んだか。アキラが。アキラどうなんだ。さあビブンは抜けたぞ。ビブンは抜けたぞ。そしてアキラは死んだか。ああ生きた。生き残った。生き残った。生きてればオッケー。いやアキラ死ぬとこでしたね。やはり夏はもう今危ないわけで何が起こるかわからないわけで、さあこれはもうビブン選手がもう完全にサイボーグみたいになってますからね。今ね冷静沈着にゆかりを落としていくと。水着にもビクビクせずに若干ちょっと人間に戻りましたけどね。さあどうなるのか。あれがあそこまでビブンさん行ってほしいですね。ブラスケシーンまで行ってほしい、ね、ブラスケシーンまで行ってほしいところですけどね、さあどうなるでしょうか。両者映画館に連れ込んでいく。95年秋。さあ面白かった、つまんなかった。さあアキラがビクンビクンで2択。死んだか。アキラ死んだかこれ。え、あかん。どうなんだ。そしてビブンは抜けた。アキラ死んだ。勝者ビブンお見事。じゃあ次サリピちゃんはじゃあコンピューターと戦ってください。コンピューターと戦ってください。この場合ビブンさん、そのままこの場合、3面クリアで OK にしますか。冬まで行けば OK にしますか。冬って辛くない。結構じゃあ冬まで行けばだから秋越えればだから、ね、秋まで行けばでいいんじゃない。秋まで行けばじゃあ秋まで行けばって2回越えるだけ。2回越える、はい、さあ一方ビブンさんが今、昨日
ダメだったゆかりに再チャレンジさせていただきます。昨日まさかの小林にやられてしまったビビが、小林にやられた。お友達です。よかったじゃんビームさん、お友達だよ。お友達です。お友達です。じゃあサオリコンピュータ戦だ。コンピュータ戦で、できればサオリあれだよ、しおりを選んでくれ。お願いします。サオリ VS しおりで、サリピちゃんが2面クリアすれば勝利とさせていただきます、はい、いいですね、夏を超えれば、OK、夏を超えれば勝利とさせていただきます。よし、しおりを選べ。よし、さあ女が女を口説くという不思議体験が今行われようとしている。藤崎を動物園に連れ込む95年春ということで、まあ、女同士で動物園ぐらい行きますよね、行きますよね。さあどうでしょうか。まさか片側がデモ画面となっております。片側はデモ画面なので自分の好みの選手が、出たら、盛り上がってください、コメントで。おーよしよし、1面クリア、1面クリア。サリピ生き残ってるぞ、生き残ってるぞ。さあまあ次のステージをダメージが例えば7割あったとしても抜ければ生きていればクリアと、させていただきます、時間の関係上ね。はい、じゃあサリピ最終ステージだぞ、最終ステージ頑張れ、クリアしろ。これでもさ、実はしおりって結構いけそうじゃない、なんか選択肢が簡単というか明らかに。ああ、いいですね、これはもうクリア。あ、じゃあクリア、ね、じゃあサリピ2回戦突破おめでとう、準決勝進出。じゃあ次、ジョニキとケーム、じゃあジョニキと誰だっけ、ケーブの名前なんだっけ、コウジロウじゃなくてなんだっけ、忘れた。あれケーム、ケームいる、はい、よしよしよし。じゃあジョニキとケーム、じゃんけんして席を決めるんだ。ワンピー側ケーム萌えプロゼ、ツーピー側ジョニキ。それじゃあ、それじゃあ名前を入れて入力する、あなたの名前を教えてくれる。よーし、コウスケか。コウスケ、コウスケくんお願いします。コウスケ対コウスケと、何どうした、ボタンが効かない。じゃああなたの名前を教えてくれる。あ、本当だ、直す直す、ちょっと待って、まさかのボタントラブル、1個しかない、ないボタンが1個しかないボタンが効かないという、まさかの展開。さあクリスマスイブということをもう俺たちは半分以上忘れてるかと思いますが、この配信見てる、今日24日ということをすっかり忘れてるんで、いいんです、それでいいんです、クリスマスはもう終わったんです、いいですか。これからのクリスマスはときめもの日となります。大丈夫です。小倉くん興奮しすぎて、小倉壊しちゃったよ、端子抜けちゃって、端子抜けちゃって、小倉。じゃあ小林ともう微分選手がもうすごい攻撃力でしたね、素晴らしいということで、まだ生きてるぞ微分。というわけでワンピー側ケーム、ニジロ、そしてジョニキが選ぶのは鏡。じゃあ動物園95年春行ってこい。ドキメモアイを一番持ってるやつは誰なんだと、クリスマスイブ。さあポロッとしていくか、これは女の子と遊んでる暇があったらドキメモをやっていくスタイル、バッチリケーム、バッチリ。さあジョニキは、ジョニキはバッチリなのか。ちょっとケーム興奮してますね、見たかーっていう感じで赤くなっていく。おっと両者抜けていく。さあ夏だ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 、オイルだ、ゴミ拾いだ。さあゴミ拾いあんのか、ないこれ、ないですね、あれは古式だけですね。ジョニキのオイル足の裏があるね。ジョニキも足の裏勢ですかね、どうなんでしょうか。性癖までも、確実にさらされていく。2014年12月24日クリスマスイブ、さあサンスクリーンを塗ってくれと。ジョン君、さあ大胆に丁寧に足の裏まで、どうなんだ。そうよ、うまいわね、うまいわね。ジョニキオイル、何やってんのお前、ゲーセンだぞここお前。ジョニキオイルを塗るのがうまい、バッチリ。オイル塗り仮面、あっゲーム、ゲームゲーム、どうだ、死んだのか。ゲーム、夜のホームランを打てないのかお前、ホームラン王が、どうなんだ、どっち、死んだか、許してくれるの、死んだか、これ死んだくせー、死んだー、勝者ジョニキ告白タイム、いけ、ジョニキ、オイルを塗ったら即告白オイルを塗って、オイルから即告白、ローション塗って即告白、会って5秒で挿入みたいな選びではありましたけどねさあどうなんでしょうか。おジョリキ、どうなんだジョリキ、なに、来たジョリキ、ときめ
の鏡が今日結婚しました。おめでとう、おめでとうございます。結婚式はみんな呼んでください。これからは残念ながらときメモのしおりと鏡はもう旦那がいます。売約済みです、売約済みです。ありがとうございました。おめでとう。じゃあ次、熱い展開が続きますね。いやすごいですね、今日は奇跡が起きてますね。そうですね、やっぱ今日落ちますね。村田と翔吾、村田選手、翔吾選手、翔吾さんごめんお待たせ、シードだったんで。もう鏡さんもあれですね、しおりももうファンは今号泣ですよ、号泣、号泣中。もう僕らもポスターから鏡さんを削らないといけないかもしれませんね。超人オリンピックの許可をもらわないといけないですね。じゃあワンピン側は村田選手、ツッピン側は翔吾選手。じゃあ準備ある人から試合を開始するんだ。いやあるんですね、夏に告白いけるんですね。オイル塗っとけば大丈夫なのか。これ流行りますね。あとさっきボタン聞かなくてジョニーの名前がジョニーとかだった。あ、ジョニー、あれがまたこうあるかもしれないですね、そういう名前とかね、名前の確率が上がるとかあるかもしれない。まあ感染攻略は皆さんに任せますので、まだまだね伸びしろがある格闘ゲームとなっております。ときめも指突っ込め、勇気と勝負。さあ勇気と勝負が今激突していく。好きとか嫌いとか最初に言い出したのは勇気ということで、ワンピガはそう、二人ともビンビンスタート、二人とももう興奮しますね。興奮しますね。おーっと、コシキ選んでいく。大人気ですね、コシキ。いやーもう2014年コシキが人気すぎてやばいですね、コシキ。ちょっと誰がコシキを落とすのか注目したいところですね。みんなちゃんと好きなんですかね、これ怪しいところ。キャラという噂もあります。そうですね、なんとなく流行ってるからとかね。さあどうなんでしょうか。おっと、朝日奈が出れている、朝日奈が出れている。お、出れた。ここはバッチリな印象を与えたか。出れたと、お、お、お、あれ勇気が、勇気が危ない感じだな。勇気がちょっと違う雰囲気、どうだ、冷静すぎたかな。あー、どうだー、危ねー、7割、危ない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 、あんたを拾うか拾わないか、機関にこれどう響くのか。これがワンピガは村田選手注目したいところですね、これ。空き缶 VS パンチラ、さあパンチラか空き缶か勝負を決めさせていただきたいと思います。ある意味空き缶 VS 本人ですからね、さあどうなるんでしょうか。さあ、いやもう完全に2人ともマックス展開ですね、もう想像妊娠まであるぞっていうぐらいのコスモの燃焼の仕方。さあ勇気、鼻血を出して、鼻血からのゴミ拾い、じゃあもろこみで、もろこみのもろこみパンツ、空き缶からのパンツ、おいおいおい、そんなダサいこと言ってないでしょ。正吾死ぬかこれ、ちょっと当たりどころが悪いぞこれ。パンツ車あるのか。そして村田選手はゴミ拾い成功、ゴミ拾い成功。あー死んだー、勝者村田、新パンツ師、パンツ師、勝者大丈夫ですね、大丈夫ですね、勝者ゆき、おめでとう。じゃあ MMDS なる、じゃあお願いします。さあ MMDS ここで現れた、先ほどサクセスのワシ303を撃破してきた洞窟 MMDS 選手、何気なく大助なる本名を晒しているのは気のせいでしょうか。さあじゃんけんして成功決めるんだ。左側が 1P 側、右側が 2P 側となっているぞ。聖なる夜に誰が女子高生を射止めるのか、誰が射止めるのがうまいのか決めたいと思う。2回戦第3試合第4試合か。そう、スーピー側なるはもう先ほど射止めてますからね、射止めてますからね、まあ、ある意味優勝者ではあるんですが、そうですね、もう優勝、残念ながら今日はねトーナメントなんでね、もう一度射止めてください、よろしくお願いします。というわけでワンピー側洞窟の MMDS、 スーピー側、しおりの亭主、なるということで、翔なる、なるみ翔平、なるみ翔平、なるみ翔平、あー、じゃあもう藤崎しおりはなるみしおり、どっちも名前みたいですね。なるみ、なるみ名字だったんですね。なるほど。なるみ翔平。どっちも名前みたいな。みみほゆきみたいなもんだ。わかんねっつうので、ウェーブジョイなんですけど。さあ、さあ、さあ、これは付き合って最初のデートは？最初のデート。さあ、思い出の動物園。なる、あれだよ、また離婚やめてね、離婚、離婚ダメよ、離婚なる。夫婦喧嘩ある。あ、怒ってる。MMDS は？あ、お、あれ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 、死んだ。あれ、MMDS死んだ。かなり悪いわ、やばい。死んだ。いや、本社には勝てねえ。本社に勝てない。勝者なる、お見事。じゃあ浜子と総さんですね。圧倒的な実力を見せてきましたね。圧倒的な一面でやっつけちゃいましたね。
一面から。危ない危ない。じゃあ、ソウさんと浜子選手、試合です。ナールできる。ナール選手はすごいですね、今日。圧倒的ですね、戦闘力が。これはもう優勝あるかもしれませんね。ありますね、待ったなしですね、これ。ダントツですね。じゃあ、去年までは逆側だったソウさんが、浜子選手と激突。ワンピーガバー浜子、ツーピーガバー、ソウさん、ヌルシューブ代表。今のところ、序二期となるが優勝候補。優勝候補ですね。まあ、あとやっぱり全てを投げ捨てたソウさんもかなり俺強いと思うんですよね、今 2P 側に座ってるソウさん。あとはもう憎しみの炎に燃える微分が、あとはもう微分さんがどこまで小倉がどうで憎しみで、女子高生を落とせるのかどうか注目したいところですね。そんなのが注目になっておりますと。ソウさんはだって前回の優勝者をやっつけてますからね、そういった意味では期待できるんではないでしょうか。ソウさんがもう冷静さを取り戻している。もう俺は JK なのでは興奮しないのだよ、なぜならおっさんだからですそして浜子は大興奮しますね、ヒロさんみたいな感じで大興奮。さあどうだ、ヒロトシ、浜子ヒロトシということで大丈夫でしょうか浜子さんね、美容師は違いますけどね全然。ああこれは浜子死んだか、どうなる、浜子死んだか、どうなんだ、何も分かってないよ俺あなたは小学校からやり直しなさいということで。ああ、これは死んだ。勝者総正幸、動物園決着、再び動物園決着。早いですね、やばい、早いですね、進行に優しい JK アタック、アニマル学園まであるぞさあというわけで慎吾正吉広告、あ、なんか広告なの。じゃあ KOF 勢と正吉選手はヴァンパイア勢ですね。これもまた夢の対決が、きらめき高校上で、行われようとしていると。 1P 側慎吾、 2P 側関氏。じゃあ準備ができたら試合を開始するんだ。さあこの成田リコ 2連発ということで、そうですね、はい、きらめき高校じゃないな、アタックアニマル学園ということで、アタックアニマル学園ファミコンのクソゲーですねさあ慎吾対秀夫、慎吾ワンピー。さあここは期待したいですね、ヴァンパイア勢が女を口説くのか KOF 勢なのか。先ほど KOF 勢同士の頂上決戦は慎吾が抜けてます、三門社長選手やっつけてますからね、やっつけてますね。そういった意味ではこれは慎吾選手に期待が持たれる、2014年12月24日今のところ残ってるあのヴァンパイア勢はジョニキとセキセキシーですね、そうですね。さあエセ外人を選んでいく、そうね、ソーリー悪いこと言っちゃったわね、割といい印象です。そう強いです ね、まあ、いいですね。そしてコアラを、コアラが可能性としては否定できないかというどういう女だこいつ。コアラ勝利の確率、アニマル学園はアニマル学園はとりあえず抜けましたね。というわけで海に移動します。はい、ブレーデン実験と言いなさい、実験と。まあこんなもんだろうということで、ガード成功ということですね。さあ海だ、さあ海だ、さあ海だ。じゃあ俺も一緒に選んで出れさせていくセクシー、ね、片桐への愛を、片桐への愛をしっかりと。じゃあセクシーがこれ告白タイムかあるのか、まだ大丈夫ですね。じゃあ映画館にセクシーは先に行きます。そしてシンゴがガードか、まだわかんないか。おっと水着に着替えさせた、やった。おさあシンゴ、シンゴちょっとちょっと赤くなりましたね今、ビッて。ありきたりの感想、ありきたりの感想。水着に着替えたら、着替えたらまあこんなもんだろう。ガード成功ということで、シンゴ無難な選択肢を繰り返していく、無難な選択肢を。でも興奮してますね、隠してますねちょっといろいろね。さあちょっとあれ水着のになった時のあのゲージの上下にはちょっと今後注目していきたいところですね、特に微分さんは。はい、というわけでございまして、選択肢どうだ、まあまあか、面白いか、 MeToo 私も同感で、何が MeToo だバカ野郎ふざけんな MeToo。 あーどうだー、死んだー。え、何あれで、マジか、セクシー、殺されていく、まだ、お前整理かっていうぐらいの減り方でしたね今じゃあ次シンゴ、シンゴどうだ、シンゴここを超えればシンゴ、どうするこの三択、三択だぞシンゴ、シンゴが兵器か戦争映画、どうなんだ、死んだのか、どうなんだ。あー、ガード勝者シンゴ、お見事シンゴ。まあこんなもん三連発で生き残るミスター無難男無難前線マン前線マン前線マン。じゃあみーちゃんなす最初じゃんけんして席を決めるんだ。いや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 、ガード硬いですね。正規選手は一瞬あってそうな選択肢だったのか、ね、
いきなり10割コンボ。あ、無難なのかなと思ったらギュイーンって減っちゃって死んだ。あれ死んだみたいな感じで死んでいきましたね。あ、危ない。じゃあ 1P 側は鉄拳勢のみーちゃん、そして 2P 側が、那須隊長選手ですね。じゃあ準備ある人から試合開始。ミートゥーは何だったんだって。そうですね、ミートゥーって言ったからできるいい印象かと思ったら、ミートゥーあれと思ったら、そうですね、言ったわ。所詮あいつもマイファーズアイズティーチャーぐらいの外人だったってことですよね。ダメですね。所詮はスピードラーニング会話しかできない。スピードラーニング会話、まあゴーファーレベルですよ。所詮はゴーファーレベル。マイファーザーイズティーチャーということで、さあじゃあ始めてくれ。グラディウスのラスボスレベルですよ、あいつの英会話なんて。最強ですよグラディウスのラスボス。さあ行きましょうか。ミートゥーからの10割はちょっと、あれは関選手、鬼殺門ですね。下手したら明日いないかもよ、関選手。やったー、抜けたー、やったー、首吊っちゃうぞ。さあ、どうだ。さあ、アタックアニマル学園からまず始まる恋の物語ということで、95年春、動物園に連れ込む両者。さあ、選択肢、2択、難しいところ。さあ、パンコーナーと。なんで急に出しまったの？あっ、これやばいんじゃないの？みーちゃん、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 これ死んだか、死んじゃったかな。あっちのコアラ見に行こう。これはね、やばい、やばいですかよ。みーちゃんが、みーちゃんが、きのみーちゃん生きてくれ。これはやばい。男のくせに、あー、勝者ナース隊長、お見事。1名、まさかのアニマル離婚。またもアニマルし、アニマルシー。動物園には魔物が住んでいます、ね、じゃあ準決勝第1試合、ビブンス選手、サリプ選手。じゃあじゃんけんして席を決めて試合を開始するんだ。熱い戦い。おっと、これも熱い戦いですね。これはビブン選手がサリプちゃんに負けるようなことがあったら、相当ビブンさんもやばいですね。へこみ方がおそらく荒れますね、今日の夜中。さあ、冷静沈着の微分。ついに女に寝取られたみたいな。女に負けたのみたいな感じで。やばいですね。これは相当やばいので、自殺もんですよ。じゃあ、鹿児島から来た、ミスター、間違えた。ミスターじゃないですね。サオリですね、サオリ。ミス。サオリちゃんです。ミスザンサム。ミスター、サオリちゃん。そして、ツービー側。昨日、ガロボーに女を取られて意気消沈しているというのに現れたぞ、小林ゆかり。ゆかり、小林家から出てこいと、洗脳を解いてやると。あいつは悪いやつだ、今俺が洗脳を解いてやる。微分、古式を選んで動物園へ。さあどうなるんだ。ここは順当にバッチリの答えを返していく。そしてサリプちゃんが、おっとバッチリ。サリプちゃんはしおりと相性がいいですね。何気にね、これはしおりは両党という噂が今流れてる。これでも考え方から言うと3人の女性と一緒にデートしてますからね。そうですね、タクロはね、やばいですね、タクロはね、タクロはそうですね、3人でデートしますからね。こんなに分けるわけにいかないわけでということで、さあ海へ。さあゴミ拾い、ゴミ拾い、ミスターゴミ拾いの腕をここで。今までに拾った空き缶の数など覚えてない、数えろと。ねえ、いくつだ俺が拾った空き缶の数、分かってるかお前と。さあ水着に着替えた瞬間のビブンさんのゲージは上がっていく。ギュリンピッ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 、あー上がる。興奮が、興奮が隠しきれない。ビンビンビン、興奮が隠しきれない。興奮が隠せないんだ俺は。生理現象なわけで。さあビブンさん、もう一度小林ゆかりを古式ゆかりに戻すため、戻すためにバッチリビンビン。さあバッチリビンビン、お見事、2面クリアということで。おっと、もう3面に進んでますね、サリプちゃん。あ、はい、ですね、まあ、さすがですね、女は女の気持ちが分かるんですね。そうですね、大丈夫ですね、行ってるっていう、行くっていうね、そうですね。さあどうなるか。惚れた晴れたはない、ただのデート状態、デートじゃない、友達遊んでるだけのサリプと。まさに今古式を洗脳からトカンとしている微分のこの精神的な、小林家に行ってしまった古式ゆかりを、その差をどのようにして埋めていくのか。さあどうするか。コメディエイトも面白い。止まらない。どうだ微分、どうだ。おこっちはこっちにしよう、こっちはタクロ。面白かった、バッチリ。熱い試合。おっと公演が、これ女が告白しちゃうっていうのどうなんでしょう。こちらも公演。あ、告白、しなくてもどっちでもいいですからね。どっちも選ぶな、自由です。ただし失敗すると死んじゃうんで、しなくてもいいですからね。はい、どうなんだ微分は。おっと、まだ早いわけで、今の心の準備ができてないわけで。
さあ、微妙は。あとサリピが高まってるぞ。なんかサリピが微妙に高まってる。違うものにサリピちゃんが目覚めようとします。夕焼けですかね。夕焼け、夕焼けに今しびれましたね、多分サリピ。夕焼けにゃんにゃん。というわけでございまして、95年冬、スキーに行く両者。さあ、押し倒す微分。どうしていくんでしょうか。で、押し倒されるサリピ。押し倒されるサリピ。そして、ビームさん、倒れてるコシキさんにまた興奮するかどうかちょっとチェックですね。そうですね。どうでしょうか。ビンビンポイント。どうだ。これは？イくんのそう。サリピだ。あそしてビブンが生き残った勝者ビブンビブン勝利準決勝進出おめでとうじゃあジョニキと、村田村田じゃあ村田選手ジョニキ選手じゃんけんして成功決めるいやー今日のビブンさんはちょっと来てますね違います何かが降臨してるのかもしれませんね伊達にビンビンなわけじゃないですね伊達なビンビンじゃないですね本当ねさあ村田選手ワンピー側へそして、先ほど加賀美さんと結婚したジョニキでございますねツーピー側へじゃあ準備できたら試合を開始するんだ結婚したんですね結婚ですもう結婚ですいいですかジョニキ名字なんていうのジョニキ何ミラになったの彼女さあジョニキなんだジョニキしか入れねえのかジョニキミラジョニキミ ラ, キミラ何人だ何人だミラジョニキさあでもあの勇気選手も結構強いんでそういった意味ではちょっとこれいい勝負になりそうですね、そうですね注目の一戦ですねさあちょっと、長期戦が開幕勇気やはりビンビンか開幕が頑張る勇気はちょっとビンビンの方向性で、おっと古式選んでいくさあこれはちょっと村田さん勝ったら熱いですねビブンさんと当たったら熱いですねそうですね同キャラ戦になりますからねさあここはしかしジョニキが強さを見せるのかどっちが勝つのかこれで腰掛けがおおっおおっとまだガードガードガードジョニキガードジョニキガードちょっと今2人に倦怠期を行う、そうですねちょっと来たかもしれませんちょっとそして村田は割といい印象2面へはっきり物事言い合えるいい関係かもしれない、いい関係かもしれないですし倦怠しているだけかもしれない倦怠期ですかさあオイルに自分の嫁さんにオイルを塗るというのはだいぶ去年に比べるとテンション低いと思うんですよねだいぶその辺がどうこうジョニキの戦闘力を変えていくかというところでさあここでさあどうなんだここでビンビンにならないのがやはり夫婦の証なんでしょうかねもう慣れてしまった微動だにしないくすぐったいあ、やっぱ乳首やったんですねえ、そうなのいちゃついちゃったんですねあ、いちゃついてますねうっとうしいうっとうしいですねうっとうしい埋めるか埋めるか砂場に海岸に埋めるかいってる間にいきなり死んだゴミ色失敗そしてジョニキはジョニキって親顔あでもあジョニキ勝利お見事ジョニキイチャついてたら相手が死んでいた相手が死んでいたというわけで準々決勝ナル選手対ソウさんですねじゃナルとソウさんじゃんけんして正解を決めてくださいいやソウさんも上がってきますねいやさすがですよソウさん全てを金繰り捨ててこの試合に挑んでますからね本当に傷ついた男は女子高生に優しくなれるんだ。ワンピー側はソウ・マサユキ。そしてツーピー側は先ほどしおりと結婚したナルミくんですね。じゃあナルミくん行ってこい。空き缶失敗はちょっとやばいですね。空き缶実は不安定なんじゃないの？空き缶最良じゃない説が今バッチリな印象当たるやつって裏でなんちょっとミスると多分悪い印象になっちゃう気がするんですよねカウンターがカウンターがあるんですよ数値があるわけですねで無難じゃないやつっていうことなんで、ね、自分に嘘つくなってことですよねなるほど、ね本当に素直に俺は綺麗な海が好きだと、そういう人しか空き缶拾っちゃダメというんだよねダメお前のために空き缶拾ったフェイクですよっていうのはバレるということですねやっぱりね、痛いコンボにはリスク伴うんでリスク伴うとか失敗した時の確判がね、ありますから皆さん気をつけてくださいねというわけで 1P 側はソウさんが選ぶのは虹の今日初めて会った虹のを口説いていくそしてしおりやる気満々ですねやる気満々ですねもうお前しかいないよと今結婚して一番幸せなそうですねかなりノリに乗っている状態でジョニキとは違うジョニキはちょっと冷めてましたから、ね冷めてますね、違う女にちょっとねおっとどうだあでもすごく嬉しいすごく嬉しいさすが
完全に出来上がってるこの2人に勝つことはできるんでしょうか。あー、もう鬱陶しいですね。鬱陶しいですね。世界中の不幸をね背負って今ここにいる蒼さんですから、多分負けないと思いますね。どこまでも女の子に優しくできるんじゃないでしょうか。さあこれでさあパンチラタイム、パンチラタイムということで、エロゲーにありがちなこの展開からのティッシュティッシュという選択肢が生まれていく。さあおっと、もうなるはもう覚悟を決めて鼻血ブー真っ赤っかですね。戦闘力が、おっ、蒼さんが少し上がってきてるぞ。蒼さんがこれがいいんですか、ね、これが恋なのかという感じで上がっていってるぞ。パンツか、日射病か、おっあおっと、あこれはティッシュか、ティッシュか、あ、ティッシュか、ああ、そうさん、死んだ。そしてなる、そしてなるしょうに、まさかのやるするか、していくのか、二度目の告白していった、連打で告白していった、連打で告白していった、何どうした、あ、どういう位置で、ど、ど、うん、どうなのこれ、何もう一回行っちゃうの、ああ大丈夫ですよ、ね、あれ何これ、あこれダメだろ、ダメだ、ダメやじゃん、ああなるほど、あやばいやばい、なかなかね、いくら相性があったらと良かったとしても、でもかなりいけてるよね。そうですね、出れてますもんね、出れてますもん。何が逆に違うんですかねこれ、何が、でもこれ前向きですよ、かなり前向きだよねこれね、待っててほしい、やっぱりなるはしおりの旦那だねこれね、確実に、何これ、え、これ何、おこういうルートがある、え、こういう初めて見たよ、こういうルート初めて見た、データぞ、あーなるほど、え、でこれって これって成功すんの、絶対絶対するんですか、はい、これもうこれ、あ、そうなんだ、あのエンディング画面になる、やっぱなる、お前すげえ、すごいわ、なるすげえ、もう優勝でいいんじゃねえかな、優勝でいいんじゃねえかな、これ超えることはもうないんじゃないか、最速クリア、最速クリア、最短クリア、2パターン見せてくれます、まるで2パターン、これこの DVD 金になるかもしれない、これ金になるぞこれ、こういう DVD 金の匂いがするぞ、金の匂いがする、今すぐ優勝、皆さん課金してください、優勝したなるさんです、なるさんです、本当に終わりにしてもいいぐらいの勢いなんですよ、本当に終わりにしてもいいぐらいだね、またね、まあまあやります、なるくんすごいね、やってんの、やり込んだ、やり込んだ、やり込んだ、ちょっと今どうなんですかこの2つの最短ルート見せていただいて、これは知っててやってるんですか、知らないです、初めて見た俺の愛がしおりに通じたということで、いやーすごいね、わかりました、じゃあ残りクリスマスの奇跡、いやーありがとう、春に拍手みんな、はい、スーパー全一が出ましたからね今日ね、まあとりあえず MVP ということで、はい、じゃあドリと信号かな、ええ、じゃあドリ信号試合です、ちょっとこの後やりづらいかもしれないけど、ちょっとエンディングこのままちょっと見てからにですかね、いやー面白かったですね、素晴らしいですね、素晴らしいですね、なるがまさか2つの最短ルートを見せてくれると思います、失敗したかと思いましたね2回目は、いや俺も失敗した、言うてもベリーハード設定ですからね、いやもうそうだ、ハード設定ですよ、そうですよ、これ理論上最短なわけですから、はい、これはそうですね、じゃあ慎吾選手とドリーさん、あ、違うか、ごめん、ナスか、ナス隊長、これ飛ばせない、あ、まあまあ、じゃあこれは飛ばさない、飛ばさない、みんな見入ってるんだけど大丈夫嬉しい、いつまでも私のことを、そうですね、エンディングが続いておりますと、はい、大丈夫、ええ、大丈夫、じゃあちょっと終わったらエンドということでね、いやおめでとう、おめでとう、いや素晴らしいものを見させていただきましたね、なるおめでとう、なるおめでとう、結婚おめでとうということで、はい、じゃあ那須隊長選手と慎吾選手、じゃあ始めてくれ、いやさすがクリスマスイブ、いやもうクリスマスイブ終わりましたね、ときめもの日です、奇跡が起こるんです、奇跡が起こります、伝説の木で奇跡が起こっていくミラクルラ帝高田馬場で今爆裂している最中、しかし残念ながらこのトーナメントはあと2回ほど勝たなければなりません、いいですか、なる選手は心して戦ってください、じゃあ準決勝、準々決勝 第4試合、慎吾 VS 那須隊長お願いします、これ何気に那須隊長も慎吾も立ち回り的には上手いので、まあ、慎吾は非常に無難なで、結構那須隊長は勝ちにこだわっていく感じで、さあしおりを、しおりを奪っていく、今なるの家からしおりを呼び出すことに成功した、ちょっと借りるよ、ちょっと借り、悪いなるっつって、ちょっと話あんだみたいなさ、大事な話っつって、デートでーすみたいなデートでーすみたいな感じでそして割といい印象、ガード成功、おおおおおしたか、慎吾そんな感情的な答えしかできないようじゃ、科学者としては失格よみたいな、あー
ばい、あー、いけました、危ない危ない危ない、許してもらいましたね、許してもらいましたね、生きてれば安い、生きていれば安いんです、大丈夫大丈夫、夏も釣れます、夏も釣れます、ちょっとじゃあちょっと今暑いからさ、ちょっとよくわかんないけどコンビニとかなんとか海でーすみたいな感じ、そして言う言葉が可愛いねですよ、あんた完全に浮気ですね、人の女を口説いていく、人の女を口説きに行くスタイル、さあどうだ、慎吾が大丈夫なのか、さあ慎吾が真っ赤からか、お、なる、大丈夫か、嫁出れてるぞ、嫁出れてるぞ、大丈夫か、破局が訪れるのか、さあ映画館に先へ進むナス、そして慎吾どうなんだ、お美しい、今日は気分がいい、 おちょっと慎吾が変わりましたね、変わりましたねさっきのあの前線マンじゃなくなってきてますね、さっきまではもうまあまあかな、まあまあかな、繰り返してます、バッチリマンになりました、ちょっとバッチリマンになって、俺だって俺だってみたいな感じで俺もやれるんだやれるんだみたいな感じで、慎吾が少しずつ男として成長している感じがよく分かる映画館、95年秋ということでじゃあまずは那須隊長、選択肢どのように選択していく、さあ先に映画館を出てきたのは那須隊長、さてくだらなかった、おお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 ナス先に地獄に行った、さあ、鳴海の家に帰ります、鳴海の家に帰ってしまった、そして慎吾、慎吾どうなんだ、あれこれ両者行くか、なんだこれは、どうなっていくんだ、超破壊兵器で人類を脅威を与える話、せっかくだけど、どうなんだどうなんだ、ん何、前線も前線者、勝者慎吾お見事、慎吾できる、いや泣いても笑ってもこの戦いはあと3試合で終わりとなります、準決勝第1試合、ビブンス選手そしてジョニキー、じゃあ準備ができたら試合を開始するんだ、さあついに来た、もう待ったなしビブン選手、これは昨日の屈辱を考えても負けるわけにはいかない、負けられないですね、そして幸せいっぱいジョニキー家ということでそうですね、どちらも手だれ、どちらが勝ってもおかしくないこの勝負、ワンピガワ、ビブン、ツーピガワ、ジョニキ、じゃあ準備ある人は試合開始、まあ小倉拓郎今日かなり仕上がってるんでね、見てる感じ、今多分小林が鼻で笑って見てるんですよ、そうですね、ビブンさん、小林が今見てますよ、小林が見てるんだぞ、ビブン頑張れ、ゆかりなら今俺の隣で寝てるけど、いやゆかり別にいるけどとかいう感じで、今小林からゆかりを取り戻す、ついに本名、んどうした拓郎が吉郎が出ましたね、拓郎対吉郎、ジョニキお前ついに本名を明かした な, 本名したな、吉郎拓郎、さあまたお笑いコンビみたいな、またお笑い、ま、吉郎でーす、拓郎でーすみたいな、ね、いいですね、さあどうなるか、もうでもビブンさんはもう今日だいぶまあ今倦怠期過ぎたから安定する、ね、そうだしやっぱり、ね、ね、ちょっとあの超浸水飲んだ後の悟空みたいなとかな、神様の修行した後の悟空みたいな、ちょっと身長伸びてる感じのあのぐらいのこう心の静かさを感じますが、どうなんでしょうか、さあ吉野どうだ、さあここは両者ともにしっかりと割といい印象を与えていく、さあオイル対ゴミ拾いに勝負は流れ込む、オイルかそれともゴミ拾い、ゴミ拾い、バッチリ印象を狙っていけるのか、さあワンピーがゴミ拾い、ワンピーがゴミ拾い、微分ツーピーがオイル塗りのジョニキ、じゃあどのように決着をつけるんだ、タクローマスクしてるんですね、タクローはそうですねマスクしながらやってますね、タクロー、あ、タクローが今水着で赤くなりましたね、また一冊これマスクでちょっと表情読み取れないようにしてる、読み取れないようにしてるな、ニヤニヤしてるのバレそうだったな、さあゴミ拾い成功できるかな、どうなんだ、またイチャついてるよ、またイチャついてる、そしてジョニキはオイルでイチャつく、空き缶プレー対オイルプレー、あ、そうだ空き缶2人で拾おうよ、心にもないことをバッチリ印象2名クリア、いやでも両者安定してますね、いやーもう完全にときめも攻略している2人ですから、そうですね、これはどちらが勝っても一瞬の判断と一瞬の興奮が、ミスを誘うのではないかと思われる、2014年いや95年秋、95年ですね、95年秋映画館に連れ込む両者、裸の釜を持つ男、さあ今回あんまりビンビンじゃないですね、そうですね、やっぱり心の静かさが ねやっぱポイントになってますかね、まあ小杉さんが変な格好した瞬間もうすぐビーっていきますよね、ビーンビーンっていきます、あー何ラブロマンス終わったのか、終わったそして小杉ちゃんはどうなんだ、
おしきちゃんはどうなんだ。私あまりよくあれ、あ、微分さん、これはどうなんだ。ここで両者失格はやばい。ああどうだー、シュート、両者失格、両者失格、決勝に CPU が行ってしまうのか。というわけで次の試合が決勝戦となります。いいですか。そうですね、こうなりますね。なる選手対慎吾選手、じゃあ準備を整ったら試合開始するんだ。実質優勝と言っても過言ではない立ち回りの。そうですね、なる、これはなるが勝てばみんな納得かなって気がしますけど ね、 そのプレッシャーでなるが敗れるかどうか注目したいところ、ね、さあ前線マンからイケてる男へ変わっていった慎吾対なる、今始まるプライドじゃねえや、時計を指突っ込むやつ、ザ男祭り決勝戦始めたいと思います。始めるぞ。どっちがクリスマスを破壊するんだ、どっちが清子の野郎にさせていくんだ、どうなんだ。 JKO を口説く最強の男はワンピガワ KOF 勢の慎吾、なる、あれなるなる、オフィシャル、しおりと結婚したなるなのか。さあじゃあ勝負を決めろ、最後の試合だぞ、最後の試合だぞ、クリスマスイブファイナルマッチ、陶器メモ指突っ込むやつ大会、この2人の激闘の行く末を見守っていきたいと思います。いやー、微分さんはしかしまた枕で涙を濡らすのかもしれませんね、今日ね。微分さんのツイートに注目ですね、今日ね。みんな微分さんをフォローするといいよ。夜の微分さんは頭おかしいですからね。夜の微分さん相当頭おかしいので。というわけで、ワンピガワ、シンゴ、もちろんヒーポーさん、ツーピガワ、ナル、ビンビン、シオリ、シオリ、俺はお前はまだ好きだぞ、ビンビンだよと。もう大興奮を隠せないになる。あれ、おー、あー、生きてる、生きてる、そりゃ夫婦だって喧嘩ぐらいする。あー危ない危ない、なる、うっかり油断してアタッカーアニマル学園を食らってしまうところだった。初のミスか、危なかったですね、危ないですね、決着するところでした、危なかった、危ない危ない、下手すれ動物園離婚ですからね。あ、ブレーネ、ブレーネ、あーガードガードガード、まあ、さあ体力マカのマシン、やっぱ信号でしょ、ガードはうまいですね、うまいですね、のらりくらりと、まあこんなもんだろう、まあこんなもんだろう的な繰り返します。まあ疲れもしねえし嫌われもしねえみたいな、ね、のらりくらりと、ゲーマーにありがちな立ち回りをしてしまう。攻めの姿勢を忘れちゃいけない、攻めの姿勢を忘れちゃいけない。さあ両方とも大興奮で2面、あ、バッチリ印象出れている、こちら見せていく、さあ、あ、出れた、出れていく。そして問題は慎吾のこの選択肢、可愛いね、セクシーだね、似合わないね、どうなんだ、真ん中を見せていく。いや、そういうわけじゃん、買ったお店を教えてください、買って自分でしたら、え、慎吾、死んだか、慎吾、慎吾、慎吾、死んだか、慎吾、慎吾、優勝はなる、お見事、完全優勝ですね、完全、今日完全優勝、満場一致ですね、満場一致ですね、これはすごい、ドキメモ最強の男はなるみに決まった、みんな拍手、おめでとう。じゃあ放送席、放送席、ヒーローインタビューでございます。2014年クリスマスイブ爆破成功、ときめも最強の男、なるだ、みんな拍手、おめでとう。じゃあなる、今日の試合振り返ってちょっと感想を聞かせてください。驚いたわ、あんなまあしおりちゃんとはかなり、なんか相性バッチリなような印象なんですが、みたいですね。なるほど。このかつて PC エンジン版、プレステ版と、まあ、さまざまときめもリリースされてましたが、その頃から俺はしおり一択であると、性癖、発言しろって言ってるのと変わんないんですけどまあまあまあ、あ、分かりました、まあそういうことなんでしょうねそういうことですね、まあまあ、あんまり深くはね、あんまり深くは言及しません、夫婦の中にちょっとね、亀裂が入ってもあれ、亀裂が入ってもあれなの で、ね、ということで、そうですね、ヒヤッとしちゃいました、ね、まあまあ27日以降、あ、じゃあね、何時、28の日曜日、超人オリンピックの、最終種目がまた今月、ときめきメモリアル指突っ込むやつが大会がございます。ディフェンディングチャンピオンとしてまたその強さを見せていただけますかね。勝てるでしょう、もう、いやー余裕ダメ、まあその強さ、皆さんどうかなるから、じゃあしおりを奪い返すまでが皆さんの仕事となっております。いいですか、いいですか、なので、どうかなるに勝てるよう皆さん精進を忘れないように。じゃあ優勝したなるさんには素晴らしい景品があります、
皆さんに持ち込んでいただきました。慎吾さんから提供されたマグカップ、マグカップです。コアラのマグカップ、そしてセットとなっております。これは、サリピ提供の虹野さん、別の女ですね。別の女ですね。これ奥さんに見つからないようにしてくださいね。そしてなんか死ぬほどあるこのポスターの山、ポスタードリームのときめものポスターの山、そしてこのときめもの袋、これを電車で持って帰る勇気がお前にはあるのか、差し上げたいと思います。そしてクリスティーネ5だからビール、子供の飲み物をじゃあ差し上げてあげたいと思います。じゃあ優勝した、あ、まだあんの、あ、そうですね、今日はクリスマスということでストリートファイターチキンという噂されたサラダチキンをじゃあ差し上げたいと思います。なおケーキがありますか。はい、じゃあおケーキです。一人で食べてください。しおりと食べてください。バナナ、全て死ねということで。じゃあ優勝おめでとう。お前がときめも最強の男だ。クリスマス終わらせたのはなるということで、ありがとうございました。というわけで、今後ね、クリスマスイブとかいうこのくだらない価値観を、帝は来年以降もこうぶっ潰していきたいかなと思ってます。クリスマスイブ12月24日と呼ばれる日は帝でときメモをやる日だということで、どうか皆様の脳裏に焼き付け、そしてそのことをネットで拡散してください。よろしくお願いします。次回の戦いは分かってますね、2月の14日からバレンタインは中止です。いいですか、バレンタインデーなど最初からないんです。チョコレートなんて帝が買ってやっから、こういうやつでよければ買ってやっから、帝でときめもみんなで2月の14日に盛り上がりましょう。というわけでございまして、クリスマスイブだというのに集まってくれた30人の、メモラーの人たちみんなに拍手ありがとうございました。というわけでございまして、クリスマスイブ爆破成功、ときめきメモラル指突っ込むやつ、ザ男祭り以上終了、ありがとうございました。よかったら今後とも帝のときめも指突っ込めぞ、よろしくお願いします。いい戦いだった。あ、いただいていいですか。あ、どうぞどうぞ。